はい、皆様、こんしら、とある惑星から、迷うご子孫さんを救うため天敗に乗ってやってきた、ベース所属のレシュラーです。皆様、こんしら。さて、肩を脱臼しました。痛かったです。待って、佐々木さん、ナイス、レシュパ？治療費にお作り、いいんですか、治療費。ありがとうございます。ナイス、レシパです。ミントさん、こんしら、佐々木さん、こんしら、ハトさん、こんしら、トンカツヨシユさん、こんしら、ジャンクさん、こんしら、青宮優子さん、こんしら、お手上げさん、こんしら、天候寺さん、こんしら、スープライナーさん、こんしら、コンさん、こんしら、ゆきはるさん、こんしら、ジュンさん、こんしら、ゆうやさん、こんしら、バコハンさん、こんしら、来てくださって、ありがとうございます。いやさ、聞いて、レシラね。レシラは普通にお外の道を歩いてたんですよ。テクテクテクと歩いてたらですね、後ろから自転車に突っ込まれました。引かれました。普通に事故ですね、ことの経緯は。いや、マジでいて、超いて、すっげーいて。いや、人生生きてればいろんなことがありますね。テクテクテクとドーンされたんか、ドーンされたわ。完全に事故、そう。後ろから引かれたわ。ガチの事故。警察呼んでもらった？警察呼んだ。呼んだっていうか、自転車の人が呼んでたね。天地まさまりさん、こんにちは。シップ台、ありがとうございます。ナイスレシパです。ありがとうございます。車じゃなくてよかったよ。本当な、車だったら死んでたわ。自転車に突っ込まれた。そう、そうなんだよね。脱臼で済んでよかったわ。骨折とかじゃなくて脱臼だった。アモビさん、こんしら。クモノコさん、こんしら。YouTube 開いたらとんでもないこと起こってた。そう。肩脱臼女でハッシュタグつけたらなんか一つくらい引っかかるかなって思ったけど、誰もいなかったですね、あのハッシュタグ。脱臼で済んでよかった。そうね。ほんとね。とりあえず顔に傷なくてよかった。そう。ね。体中血だらけになりましたけど。いや、ほんとびっくりした。超びっくりした。他のところ痛み出てくることもあるから。やだ。嫌です。ちょっと、ノーセンキューです。お大事にね、ありがとうございます。心配おかけしました。カズさんナイスで心配。医療費の足しにありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとしっかり治そうと思います。いよいよさん、こうしらナイスレシパ？治療費にでも、ありがとうございます。治します。グレイブさん、こうしら肩やは大丈夫。全然大丈夫じゃない。大丈夫じゃないがゆえのあのサムネだよ。マジ、どっちの腕やったかって言ったら、利き腕の方やっちゃいまして、もう、生きるのが難しいです。腕が使えないとこんなに大変かと。ねえ。ねえ。血の方はもう大丈夫な。ぐじゅぐじゅしてる。グロいの無理な方は本当申し訳ないです。ぐじゅぐじゅしてる。そう、利き腕の方も何もできなくてさ、マジで超痛い。なんかもう、四十肩ってこんな感じなんかなみたいな。違うのかな、どうなんだろう、わかんないですけど。いやー、ほんと痛いっすね。利き腕だと不便。ほんと不便。本当に不便。超痛い。失ってね、初めて気づきましたね。腕ってこんなに重要だったんだって。ホライゾンさん、こんしら来てくださってありがとうございます。四十肩とは違うの？レシュラ、痛くて上がんないんだけど。四十肩も痛くて上がんないんじゃないの？違うのか？四十肩って違うんか？バイクとか車じゃなくて、本当だよな。ムーさん、こんしら、脱臼、そう、脱臼した。腕外れた。腕って意外と簡単に外れるんですね。てかそう、あのね、脱臼した時はほんとさ、なんか血の出てる箇所にばっかり目が行ってしまって、まあ腕動かなかったんですけど、もう、肩よりもそっちの血の方が痛くて、血の方が、
なんか傷ができた方が痛くて、でも今全然そっちよりも肩の方痛いね。相当な勢いで突っ込まれた、多分、わかんない、多分多分わかんない。レシャラのさ、体感がないばっかりにさ吹き飛んでしまったのかもしれないそう、下半身はともかく上半身は死活問題。そう、ゲームがねしづらい。まあレシャラ言うてスマホゲームしかしないので、まあスマホを机の上に置いて左手でポチポチしてる状態ですけれどもねえ、大変よね。あまり無理せず休んで直してください。ありがとうございます。そう、チャリの人からちゃんと警察呼んだんでね、そこら辺はね、しっかりやろうと思います。しっかりとね。ほんと、事故当初アドレナリン、あ、そうなんか、アドレナリン、なるほどね。そうなんか、吹っ飛ばされた。そう、吹っ飛ばされた坂道だったりした。わかんない。坂道だったのかもしれない。坂道だったかな。どうだろう。打球とか骨折の痛み後から来るから、いや、ほんと昨日の夜痛かったわ。エシャーさん、ウェイト軽いから、ウェイトって何？ウェイトレス？ウェイター、ウェイトレス。体重軽すぎて、とん、そういうこと？そういうこと？しっかりもらえる治療費とかその部屋もらうわ。宙に浮いたん。宙、わかんない。覚えてない。もう記憶がない。記憶がない、記憶がないですけど、なんかわかんないです。でもなんか、え、でもなんか傷見た感じ引きずられてねえでしゅら、引きずられてわかんない。でもまあ全治1ヶ月って言われたんで、全然それくらい、その程度のもので普通ですよね、全治1ヶ月ってね守れなかった、守れなかった。自転車の事故でも普通に人死んじそうなんだよね。まだレシュラは若くてよかったのかもしれない。あ、体重、ウェイトって体重のことなんだ。ウェイトがなんて言った？ウェイトがなんて言われたんだっけ？ウェイト軽い？あ、体重が軽いって言われたんか。あ、トミーさんこんしら、ナイスレシュパー。怪我早く治りますように、すみません。ありがとうございます。早く治します。ありがとうございます。卓球するレベルのツイートつだし、ぶつかって転がったんじゃ転がりました、コロコロ転がっちゃいました。吹き飛んですったんじゃないかな。そうなんかな、吹き飛んですったんかな。普通にやばい自転車で1ヶ月、いやでもね、マジでね、肩やばいよ。肩にちっちゃい重機乗せてんのかいみたいな感じ。なんか結構腫れた結構腫れた。お母さんにもびっくりされた。脱臼するとこんなんなるんだねって言われたわ。アスファルトの、あ、アスファルトの上ではあった。え、あと残んのこれ。はぁ、あと残んのこれ。マジ？無理なんだが。え？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 子供の声にバイクと衝突した時はぶつかった時時間が、そこへ空中飛ばされて血だらけ怖い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 。ジオネストさんからしら来てくださってありがとうございます。肩大丈夫ですか？大丈夫じゃないけど大丈夫です。生きてるんで。痛いですけど大丈夫です自転車がぶつかった場所、自転車がぶつかった場所は背中ですね。でもね、首は痛くないんだよな。なんかムチ打ちみたいには、なんだムチ打ち、わかんないけど、イメージムチ打ちだよな多分。思いっきり背中から突っ込まれたんだけど、意外と首は痛くないかもしれない血が出たところは後残る場合が多い。自分チャイで70キロ出して単独でこけた時全治単独でこけた、え、何、石でも踏んだ？あんま普段自転車乗んないからわかんないんだよな。全治3週間、はぁ、痛いね。リンゴスターさんこうしら、お大事に、ありがとう大事にします、肩を背中に打ったら、なんか、うん、お医者さんにもなんかムチ打ちみたいな話された。背中に突っ込まれて飛ばされつつ引きずられなんかその五感痛そう。でも実際そうなのかもしれない。
背中からってよそ見でもしてた。違うんだよな。それがね、レシュラ若干ね、レシュラが飛び出した説も若干あるんだよな。え、でも違う。自転車がそもそも歩道を走ってるとこからおかしいんですよ。ねえ。そっからおかしいよね。あのね、レシュラがね、まあ、向かって、皆さん、自分が歩いてる手で言ってくださいね。向かって、左から人が歩いてきたから、レシュラは右側に避けようとしたんですね。なんかよく、対抗してくる人と同じ方向に避けようとして、あってなる、そういうシチュエーションあったりしますけど、まあ、レシュラが右側に避けようとしたら、レシュラを追い越そうとした後ろの自転車が、レシュラを追い越そうと、右側を追い越そうとしたんですね。それでぶつかりましたね。そう、チャリはね、道路を走るべきなんです。ちょっと邪魔なんだけどね。あ、ねおちゃん、すいません、こちら大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫なのかわかんないです。大丈夫です。痛いですけど、大丈夫です。その歩道に、いや、違うの、ちゃんとね、自転車マークのね、ところはあるんですよ。ちゃんと自転車マークのところあるんですよ。そう、そういう感じ。だからね、ちょっと若干レシュラも悪、え、でもさ、人とすれ違うとき後ろ確認する？歩いてるとき。車だったら確認するけどさ。いやー、歩道というか、歩いてたら後ろ確認しなくないか、普段。どうなんだろうね。っていうね。そう。そんな感じでした。でした。うん。普段は確認しないね。そう、確認しないよな。自転車用の線が光る。そう、自転車の線が光る。なんか、おかしいよな。おかしな話なんですよ。本当におかしな話なんですよ。サーギーさん、こちら来てくださってありがとうございます。こんばんは。スペリアリさんは今週、打球大丈夫。よかった、大丈夫。びっくりマークで断言されちゃった。そう、大丈夫。打球大丈夫。自転車は歩道を通ってもいいけど、通行人が優先。レシュラが優先だよな。そうだよな。自転車注意すべきところ。まあ皆さんもね、もう事故なんて身近に潜んでるものなので、ぜひ気をつけてくださいね。こんなになっちゃうので。こんなになっちゃうので。スキーで滑ってても前に滑ってる人を優先して追い抜くし。確かに。歩道とはいえ、僕はちゃんと後ろ確認してから。えら、もう5回も事故に。なんかそれは純粋に運が悪そう。まあ、運も絡んでそう。確認は大事ですけどね。確認してて非常に偉いなと思いましたけど。偉いなぁ。後ろ確認すんの。しないなぁ、レシュラ。ちょっと次から確認します。今回の教訓を踏まえて。自転車も確認しないでうろうろするの多いからね。でさ、もう自転車の人もかわいそうなんだけど、かわいそうというかあれなんですけど、自転車の人イヤホンしててさ、あ、これはって感じだったわ。なんか、多分じゃなかったんですけど、その人もね、スマホ見ながらって感じだったんで、まあ。多分レシュラは悪くないんだろうなって感じで終わりました。終わりました。終わったのかわかんない。終わらせたい。レシュラは早くこの件を。ちょっとめんどくさい。しげちーさん、こちら来てくださってありがとうございます。確認よしそう。現場猫になるわ。自転車いい本、どうなん？わかんない。あ、アウトなんか。役満なんだ。そうなんだ。そう、レシュラが、わかんない。レシュラもさ、レシュラが悪かった場合が非常に怖いなと思う。でもまあね。まあ。怪我してんのはこっちだという強気の姿勢でいる。ねえ。いや、ほんと、恐ろしかったです。チャリイヤホン違反になるんだ。片耳ならセーフ。あ、そうなんだ。片耳ならセーフなんだ。あれ、両耳だったかは知らないや。エシャ、その人と喋ってない。喋ってないんだよな。若干喋った？わかんない。ちょっと喋ったけど。
で、現場猫なったらいかんほう。確かに。確認してるようで確認してないからな、現場猫って。機材化を、まあ必要以上には取りたくないですが。仕事しない警察ではそれ注意して止めるより。へぇ、そうなんだ。基本自転車は車両扱いでバイクと同じ扱い。はぁ、そうなんだ。バイクと同じ扱い。いや、ちょっと待って。それ多分車の免許取るときにそれ多分出てるな。出てるな、それ。そんな感じの問題。丸×で。なんかそれ見たな。見たことある文章だな。骨伝導って何？骨伝導って。何それ。歩行者 VS 自転車は10自転車悪いから。あー、そうね。いやー、なんか今回の事故でさ、なおさら車乗んの怖くなったわ。ひろみさん、こちら来てくださってありがとうございます。らちゃんお大事にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お大事にします。100万円って、え、そんなに取れんの？そんな取らんの？怖。そんな、怖。怖。え、じゃあさ、もし自分が自転車乗ってて人を殺めてしまったらもうマジ人生で終わるね。地域の充電次第かもだけど、ほとんどの地域、イヤホンアウト。はぁ、そうなんだ。自転車乗んないからあんま気にしたことなかったわ。へぇ、歩行者が弱い。弱い。しおり取れるだけじゃ。みんな、悪いな。事故られるとその道通るの怖くなっちゃう。確かに。しかも、ジェシュはさ、その道のりさ、結構、職場から近いところだったからさ、ね、通らなきゃいけない場所なんだよな、普段。っていうね。それは人生終わるで終わるな、マジ。怖。嫁入り前の女性傷つけたとか、たっぷり言ってたから、ね。あと残ったらどうしてくれるんですかつって。怖いなー。骨を通して聞こえる音。自分の声が録音だと、なるほどね。だから事故が起きないように立ち回る。なるほど。13歳以上なんだなー。人生潰さずに済むってなら安全確認くらい安い。確かに。それはそう。たとえ相手の過失が100でも自分が、そうなんだよね。今後は気をつけていきましょう。もう気をつける。家から出たくないっすね。家がどれだけ安全かということを思い知らさせられます。老人にぶつかって、運悪く頭打ってとかなると思う罪。よく見るよね、ニュースでね。そのニュースね。怖い。責任取ります。取ってくれるんですか？小学生までは車道は危険だから。あ、そうなんだ。許されてるんだ、小学生。私が、お嫁さんにもらってくれる方が多いですね。そんな感じで結婚する。嫌だね。自転車で引いて責任取りますって言って結婚するくだりすっげえ嫌だね。シンボイルドルフさん、こんばんは。挨拶だけでもありがとうございます。方お大事にありがとうございます。シンボイルドルフさん、レシュラ今、アリエス杯で出してるよ。デバフ用に出してました。骨伝導は耳の穴に何も塞ぐものがないので、周囲の音も聞こえるやつ。ふぅ、周囲の音、はぁ。実際に自転車に歩行者ぶつかって、死亡事故になるほどの衝撃だから。いや、ほんとだよね。死ななくてよかったわ、あれしら。頭打たなくてよかったよね。打ったのが肩でよかったよね。頭だったらワンチャンあったかもね。レシーブ経済的にも責任取れそうな人そこそこいるしな。はみんなお金持ちだな。全く展開が理解できない少女漫画にやりそう。少女漫画はね、髪の毛に芋けんぴがついてたりしますからね。ワンチャンあるかもしれません。そんなワンチャン望んでないですけどね。
その責任の取り方もしたくないよね。確かにな。そこは本当に良かった。いや、本当。本当な。頭だったら終わって、芋けんぴ？そう。あれ？髪の毛に芋けんぴついてるよ。カリって、カリお金持ちではない。違うの？金欠。金欠か。大変ね。大変ね。頭や首打たなくてよかった。そんな大怪我だと思わなかったから。いや、でも。でもね、意外とね、肘、ま、ガチで腕だけだった。傷ついたの。経済的に余裕ない、余裕ですか？余裕か。耳小骨を振動させて、引くのが骨伝導。耳小骨。耳にちっちゃい骨があるんですか？生きててくれてありがとう。貯金次だ。あらー、どまい？どまいどまい？貯金何に使ったん？あ、車？なんか、なんだっけ、運転し、実家帰ってたんでしたっけ？実家帰ってたんで。なんかツイート見ましたね。納車されたみたい。レシュラさ、納車とかそこら辺全部お父さんに任せちゃって、自分の車何もやってないんだよね。そもそも自分が乗ってる車はお父さんの名義だから何とも言えない感じあるんですけど。お家に帰ったら自分の車があった状態だったから、そこら辺の用語全然わかんないんすよね。髪に芋けんぴは何度聞いても理解できない。確かに、レシュラも理解できない。暇はあるけどお金がない。宝くじか、メガ、ビッグ当てたら、ベースに。いいじゃん。競馬しないよ、競馬。当てようぜ、一発。昔自転車と衝突し、自転車の人が怪我した。強くね？さすが鍛えてるだけありますね。なぜに知ってる？ツイッター見た。単独でこけた時の気づき。レシュラ直したい。え、何？ビタミン C とか取ってたら治る？無理？違う。できるだけ、あとを薄くしたい。何取ってたらどうなる？赤いキツネさん、こちら来てくださってありがとうございます。こんばんは。タイヤ4本23。タイヤさ、なんだっけ？タイヤ交換めっちゃお金かかるよね。レシュラお父さんがやってくれる。いつもお父さんがタイヤ交換してくれる。4本23。え、タイヤも買ったことないレシュラ。全部お父さんやってくれる。全然わかんないんだよな。当日乗り回してたね。楽しそうだった。なんか、赤と青の車写真撮ってたのは見たぞ。あとなんか、音乗せてた。肌にいいのはコラーゲン。コラーゲンね。タンパク質、え、ビタミンって何？ビタミン B なんとかじゃなくていいの？適当でいいの？親切り草？何それ？何それ？肌の調子を整えるなら、コラーゲンとビタミン CD。オッケー、CD ね。パパすげえ。イシュラのお父さん車好きだからね。話変わって申し訳ないんだけど、レシャーのオープニングの上限。え？オープンリーグの上限 A プラス？マジ？え、知らん。そうなの？ B じゃなくなったの？はぁ、あ。え、普通にリーグ増やせばいいのに。え、OK。その情報有益だわ。ありがとう。ナイス。あ、ミントさんナイスでしょ？傷が残りませんように。ありがとう。残んなきゃいいな。残んなきゃいいな。スリッキーズの具合がわからんからな。なんかわかんない。具合ですか？具合は悪そうです。おとぎりそう、ノベルゲー。へえ、ノベルゲーなんだ。いい絆創膏。あれか、なんだっけ。傷パワーパッドが。あれ聞きますか？傷パワーパッド。あれってずっと貼りっぱなしにするんですか？A プラスリーグ、新設でよかったね。次から A プラス。え、じゃあ今まで育てた B 育成のやつで全員、移籍していいってこと？もう使う機会ない？もしかして。みんなとの参加型でしかもしかして B 育成いらなくなっちゃう？ねえ、上限のリーグもう一つ増やせばいいのにね。
チェーンソーで足削ったんですけど、ケアしてなかったんでめちゃくちゃ。チェーンソーはさ、なんかノコギリで切った傷とかさ、なんか修復できないって言うじゃん。チェーンソーやばくね。怖っ。怖っ。あと今年もゴールシーウィークある。あ、そうなの。キョシさん講師が来てくださってありがとうございます。ゴールシーウィークあんの？傷パワーパッド聞きますよ。聞くけど大きさ、あー確かに。でっかいのでどれくらいなんだろう。めっちゃ高いイメージ。あ、ムーンさんナイスレシパー。おとぎ、そう、乾燥したものを薬局とかに売ってる。焼酎とかで漬けたのを。焼酎？アルコール？え、染みそうなんだけど。すり傷、切り傷、口内炎などに、口内炎？口の中？傷パワーパッド、すり傷にはよく効くけど。じゃあすり傷のところを貼ろうかな。足の脂肪まですり削ったところの、あとは残る。エリシュラそこまで言ってるかもしんない。マジ？マジ？子供の頃の擦り傷は残ってないけど、若いからじゃん。切り傷とか、刺し傷。刺し傷って何？刺し傷？刺されたん？ A プラス条件だと今ギリで S 作れてる人流れてくのか。そうじゃない。レシュラなんてもう一生オープンじゃん。ね。病院で治療してもらったけど消えなかった。ひえひえひえ。おとぎ理想がガチの薬の方だったね。もうノベルゲーとかいうボケかまされてもレシュラそれを知らないからもうボケを返しきれなかったわ。不覚だわ。つける前に飲みそう。飲まないわ。飲まないわ。チェナさ、今めっちゃ肩腫れてんだけどさ、この状態でアルコール取ったりしたらさ、腫れるのひどくなったりする？アルコールというか、お酒あんま飲まない方がいいですか？もしかして、しら。アロエ、やけど？アロエとかも良さそう。アロエ。アロエって貼るの？アロエを貼る？アロエ？でもなんか、アロエ使うイメージはあるわ。A プラスで作ると思えばマジで高ステータスな子供作る。A プラスでしょ。 A プラス作れないわ。作れないわ。おとぎそうな名作。外傷には大半治せるし、やけども効くから仕入れて作っとくと。作る焼酎を酎なんで。おとぎりそうに、焼酎をつける？逆？焼酎におとぎりそうをつける？あ？オッケー。飲まない方がいいと思う。ちょっと待って、アルコール飲まない方がいい。アルコール飲んだら血流良くなるからおすすめしない。あー、承知しました。はー、1ヶ月も飲めないってこと？は？無理、死ぬんだが。え？無理。え？無理。え？無理。え？死活問題。カルロスライムさん、こちら来てくださってありがとうございます。妥協大丈夫だった？大丈夫だった。大丈夫だったと思います。オロナイン軟膏効くんか。あー、オロナインね。確かになんか軟膏効いたことありますね。痛みはアルコールで緩和するかもだけど、症状は悪化する。アルコール入れちゃうと酔ってる時は痛覚鈍くなると冷めると痛み出すから気づかずにぶつけるという翌朝地獄見る。つまり、お布団でお酒を飲んでそのまま寝ればいいんでしょ。ほら、どこもぶつけない。ノンアルカクテル。無理。禁酒が一番耐える。耐える。無理。無理。完成するのに数ヶ月かかるけど、2週間以上つけてもらえば、2週間つけてる間に大体治るんじゃね？無理かな？無理かな？考えがやばい。ノアさん、今週は来てくださってありがとうございます。肩は大丈夫？大丈夫じゃないけど大丈夫。大丈夫。大丈夫。多分1週間もすりゃ治るよ。若いし、無理か。もう若くないか。もう無理か。もう無理なのか。寝返りもんずつ。お布団で寝返り打ったりして。翌朝地獄になる。そんなに？そんなにだろ。飲んでもそろそろストゼロはやめた方がいいよ。そうなの。もう飲めない年になりましたでしら、ストゼロ。それフラグ。
でしょ、今フラグ立てたんですか。え、2週間つけてる間にアルコールがない。おー、確かにアルコール飛んじゃ、え、どっち、レシュルが飲んでアルコールがなくなるってこと、アルコールが飛ぶ方、どっち、ねえそれどっち。1週間は無理、無理か。そもそもなんで脱臼したの。自転車に轢かれた。お酒飲むと治り悪く、え、そうなの、お酒飲むと治り悪くなんの。はぁ、はぁ、若いけど無理、とりあえず安静にしなさい。はぁ、はぁ、はぁ、今後のために作っとくといいと思う。医者なら親切そう、大半知ってる薬草。へぇ、そうなんだ。どっちやろな。あ、しらばっくれられた。ストゼロとかまともに飲むもんじゃない。あー、そうなん？私はストゼロと、なんだっけ、ゾーン混ぜるのめっちゃ好き。なぜ？え、自転車に轢かれた、なぜ？こっちが知りたいね。ただレシュラー道を歩いていただけない。これ我慢できるだろうか。いや、ちょっと我慢します。とりあえず引いたやつも、いや、大丈夫だよ。全然大丈夫だよ。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。ストゼロ1本、テキーラのショット 3.7 杯って聞くとヤバさがわかる。はぁ、はぁ、こんなに酒がないと生きていけない子になるとはな。え、辛いんだが、今後のことを考えると、もう、無理。え、無理。少なくとも羽が引いてくまで飲まないのがいい。どうしてもって言うなら寝る前に醤油。あれは陽明酒的なやつ。あれ酒ですか？飲んだことないんですけど。一緒に聞いてみる。酒飲んでいいって。聞く勇気ねー。聞く勇気ないなー。なんかお医者さんに言われたんだけどさ。なんだっけな。全治何ヶ月と、え、1ヶ月だっけにしないとさ、なんか、警察が動かないみたい、警察が動かないみたいな話された。なんだっけ、なんて言ってたんだっけ、なんか忘れたな。なんかそんな感じの話された。なんか全治何日みたいなやつ結構重要らしいですよ。禁酒。あ、もびさんナイスレシパ、ありがとうございます。さん、こうしら先に溺れてると聞いて、先に溺れてたのにさ、突然沖に上がらさせられたんだけど。レシュラは今までお酒の海に泳ぐお魚さんだったのに、突然沖に上がらさせられて、もう呼吸が苦しいみたいな状況です今。アルコール摂取するとビタミンなどの吸収を阻害しちゃうから、結果的に怪我の治り、ビタミンは、そうなん、無理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 。それはそれで困る。それはそれで困るわ。酒が抜ければ呼吸できるようになるよ。無理。無理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 。無理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 。酒の海に溺れるのが早すぎた。もはやもう深海魚並みに使ってたのに。深海魚だったのに。こんな、呼吸できないよ、レシュラ。先に飲まれる。焼酎にレシュラをつけるだけじゃ治りませんか。なんだ、親切そうじゃなくてレシュラが使ってたんですけど、それじゃ治らないんですか。かわいそう、かわいそう。これからお酒飲みながら配信見よう。は？ずるいぞ。そないぞ。先に溺れて自転車に、違う。酔って轢かれたわけじゃないんだよな。酔ってたわけじゃないんだよな。全然シラフだったんだけどな。早く直したい。でもお酒を飲みたいジレンマ。いや、ガチ飲みたい。飲みたい。飲みたい。直したい。お酒飲みに出たのついこの間なんだよな。ワンピースでも探しに行くんだろうか。そうだよ。ありったけの夢をかき集め、探し物を探しに行くんだ。ワンピース。我慢した後の酒はうまいから我慢しよう。酒飲まないから知らんけど。酒の代わりに普段飲んでるのはエナドリ以外で。普段飲んでるもの？え？酒以外で？普段飲んでるもの？
酒以外で普段飲んでるものですか？酒以外で普段飲んでるものですか？酒以外で、何ですかね。水道水とかですかね。水道水飲んでます、普段。はい。やっぱ、水道の水って一番うまいなって思います。はい。酒しか飲んでない。燃費悪そうよね、レシュラ。燃費ですか？燃費は悪くないですよ、レシュラ。夜ご飯しか食べないので、燃費悪くないと思うよ。鮭すりつぶしてどう？鮭をですか？でも元気そうなので少し安心。あ、元気ですよ。めちゃくちゃ元気なんですよ。そう、元気なんですよ。それどうする？酒しか飲んでない。いや。あ、最近ね、あれですよ。無印良品で、桃の緑茶を買いました。なんか水出しするやつ。水出てるやつ。プレイリーオイスターとかノンカクテル作り始めてみた。なんそれかっこいい。コーヒー飲んですよ。ああ、コーヒーはね、一時期ハマってたけどもう飽きました。ノナさんこちら来てくださってありがとうございます。飲んでも飲んでも酔えないってのは燃費悪い。ああ、そういうこと？飲んでも飲んでも酔えないね。お酒だけで動いてるのでは。シルカ水とかノルカの軟水とかおすすめない？それレシュラクリスタルガイザーしか買ったんだけど。ペットボトルは。胃に食べ物入れてから飲まないと悪い酔いするぞ。レシュラさ、吐くくらい飲んでみたい。まださ、お酒飲んでさ、吐いたことないんだよね。吐くくらい飲んでみたい。でももったいなくて吐くくらい飲めないんだよな。飲酒V2も延期ですね。ちょっと待って。飲むよ、レシュラ。飲むから。延期しないで。延期しなくていいよ。延期しなくていいよ。飲もうよ。飲もうよ。混ぜれば吐くよ。何と何？元気だけど禁止でげんなりしてそうな。ハンバーガーのレタス食べてるから野菜取ってる言ってたアメリカのガキ思い出した。ホットドッグもなんか野菜って言ってませんでした？なんか最近。コーヒーって飽きるものだったっけ？コーヒーはでしょだ。今までさ、もうもはや右手が使えない状況なんですけど、今までさ、豆を引いてたんですよ。それに飽きてしまって、豆を引くことに飽きてしまって、コーヒー飲まなくなりましたね、最近。二日酔いになると生まれてきたことを後悔するレベルで辛いからやめとき、そうなん？くっそ度数高いのいっぱい飲めば吐けるよ。レシュラ、スト03巻だとなんか頭痛くなるだけだったんだよな。吐くくらい飲みたいんだよな。吐くくらい飲みたい。あと何巻くらい飲んだら吐ける？飲酒 V2、レシュラさんは飲めないならいいのでは。はぁ、ずるい。無理。ウイスキーストレートで。ウイスキーをストレート、ウイスキーって度数どれくらいなんだろう？平均。牛は草食べてるから、牛肉は実質野菜。ああ、なるほどね。とにかくいろんな種類のお酒を混ぜるのがいい。へえ、なるほどね。なるほどね。吐くくらいとなると、大五郎飲み干す。飲み干す！やば。今日の V2 飲んでも、言えよ。知らん。気づかんかった。言えよ。マジ？飲んでたん？ふえー。へえー。へえー。ウイスキー 40? ワイン、ウイスキー、ビール、日本酒とか違う種類飲めば吐くよ。なるほどね。なるほどねって言ってもレシュラがそれ実行できるの1ヶ月後なんだけど。え、無理。本当に二日酔い覚悟で飲むならシジミの味噌汁とかラムネ？ラムネ？へぇ。吐きたいん？いや、わかんない。一回体験してみたい。怖いもの見たさ。これは肩に傷跡残っちゃう。いや、肩はね、傷ついてないんだけどね、肘がね、肘腕わかん、肘、なんていうのここ。肘から手首にかけてがやばい。えぐい。キモい。吐くくらい飲みたいって感覚はわからん。ワイン一本で吐き気をとりあえず覚えたけど、ワインねー。初めて飲んだワインがあまり美味しくない。ジャンクダルンさんナイスレシパ？
お先にお疲れしら、お酒大好きなレシアちゃんもすけー。来てくれてありがとうございます。ナイスレシパージャックさん、いい夢見てね。来てくれてありがとう。そう、前腕が、やばい。二日酔いとか人生って一度経験すれば二度と経験したくないって思うから。へえ、経験したい。経験をしたい。ブドウ糖が二日酔いに効く。へえ、ブドウ糖ね。なるほどね。知らんかったわ。ナイスレーシュパ。ナイスレーシュパ。へえ、ブドウ糖なんだ。今お酒っぽい飲み方で、飲み物で簡単なやつを紹介できればレシアちゃんからの好感度アップできる。あ、アップできるよ。スピリタス。スピリタスってなんだ？肩以外は怪我ありませんか？多分ない。多分。プラシーボ効果というものがあって、あー、なるほどね。なんかノンアルコールでも結構酔った雰囲気になる方いらっしゃいますよね。缶のやつ。経験したくないって思うんだけど、何度も繰り返すのがあるちゅう。今、ブチって切れた。96度のある、なんかそれ、何それ。手消毒できそう。スピータス90度。え、やば。燃料え、90やば。どうやって飲むのそれ。え、普通の人間はスピリタスどうやって飲むの？飲むの？ノンアルをお酒の容器に入れて飲むしかない。は。ガソリン？ガソリン？度数やば、お酒。体調悪い時飲めば吐けるよ、多分。おー、なるほどね。体調悪い時か。レシラ基本的に体調いいからな。スピリタス燃えるの？は。普通の人間さ、普通の人間、スピリタス飲まない。あ、そうなの？あ、ランプの燃料。あーね。スピリタスって何？燃やすために存在してんの？あ、あれ？ブランデーとかするときにかけるのは何ですか？あれは何をかけて、なんか、フライパンから炎が上がってるんですか？スポーツドリンクと一緒に濃い酒をストローで飲むと、え、オッケー、それやってみたかったけど無理だったわ。やっちゃダメだったわ。フランベ、それだ。フランベ。Kさん、今週は来てくださってありがとうございます。肩大丈夫？肩は大丈夫です。普通に危ないのだ。怖っ。ブランデー。瓶に火気厳禁の注意書きがある。はあ、そうなん。スピータス飲むのなんかグランブルの当時、グランブルはレシュラなんか海に飛び込んでる男性二人なイメージなんですか。ワインとか、へえ、そうなんだ。酒なら何でもいい。あ、そうなんだ。苦いアルコール味しかしない上に口の中で蒸発して飲めん。あ、だろうね、ケージ。そうだよね。そのイメージあるわ。ブラックハートさん、クーシル来てくださってありがとうございます。金のメッツグレープフルーツってのチューハイに似たような味がする。探してみよう。酔えるかな、レシラ。それで自転車のおばさんに小指ぶつけられて捻挫した。捻挫も痛いよね。レシラ脱臼治ってこれ何になってんの？打撲？捻挫？どっち？レシラの肩って今これ何の状態？肩大丈夫？肩大丈夫です。大丈夫です。元気なので。フラメしたら酒取れるとか思ってない。え、だって熱通したらアルコールって飛んじゃうんでしょ。意味ないんだよね。炎上しましたか。古物になりかね。怖いな。アサリの酒蒸し、あ、美味しそう。メッツ確か、そうなんだ。ジュースだから言えないか。そうなん。その場合だ、あ、大丈夫って言ったんだ。強いね。内身は打撲だ。救護だし、炎症してます。お酒と思えば酔えるかもしれない。なるほど。酔えるかな。
アルコール飛ばして酒の旨味だけ残す。酒はアルコール入っててなんぼじゃないの？酒の旨味って何ですか？酒の旨味。酒だ酒持ってこいみたいな声なんでしょ。おかしいなぁ。おかしいなぁ。一年前まで酒飲めてなかったはずなのに。はず？はい、飲めてなかったのに。飲んでなかったのに。たった三ヶ月。たった三ヶ月でこんなになってしまった。炎症系 VTuber。炎症系 VTuber だ。炎症してる。うん。打球は肩が外れる。肩を打ちつけたなら、打撲。肩が外れて、お医者さんに、えいってやられて、えいってやられて、これはもう、レイシュランちゃん。シュランって入ってんだよな。そこまでシュランにするんだったら、レイは冷えるにしてほしいわ。うんうん。皆さんはこうならないように。そう、えいってやられた。一年前どころか三ヶ月。本当だよ。三ヶ月前まで酒飲んでなかったんだからな、これでも。うんうん。アルコール依存症ってこういう感じなんだって今分かった気がします。アルコール依存症ってもっとひどいんじゃないの？え、レシュラのこれでアルコール依存症だったら、大半の人間アルコール依存症になっちまうよ。レイシュランチュン。そう、えいって直すしかないからね。そう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 。えいってやられたわ。え、キモいキモいって思って。え、マジね、脱臼してる腕、マジキモいよ。超キモいよ。もう衝撃的すぎた。死んじゃったのかと思った。神経通わなくなっちゃったのかと思った。知識あればはめれる。はぁ。はぁ。やばい人は消毒用アルコールまで飲むからね。怖っ。何それ。人外じゃん。怖っ。アルコール依存の人やば。だよね。レシュラまだマシな方というか、レシュラアルコール依存症じゃないですよ。ねえ。ねえ。ねえ。え？深い酒好きお嬢様になったな。いや。お酒を飲むことによって水分を補給してるんですよ。普段ね、まあ、今日もそうなんですけど、普段配信でね、飲み物を飲まないレシュラなんですけど、お酒があることによって配信中に水分を補給することができる。素晴らしくないですか、これ。毎日ビール一缶飲む人がアルコール依存症って言われた？いや、待って。だってレシュラ飲んでない。そう、最近。だって、クッキングシミュレーターも飲んでなかったし、昨日も飲んでないし、ほら、ま、一日一缶なんて飲んでないんですよ。意外と飲んでないですからね、レシュラね。ね？ね？怪我しててアルコール飲むだって言われてんのに飲みたいってただこえてるんだ。え、いやさ、だってみんなさ、普段別にさ、なんか食べなくても飲まなくてもいいものをさ、突然、なんか、飲まない方がいいよとか食べない方がいいよって言われたら、なんか食べたくなったり飲みたくなったりしません？すると思うんですよ。お酒は水分にならない。なんだって？なんだって？お酒は水分補給できない。そんなバカな。だってあれの飲み物炭酸水ですよ。お酒なんて炭酸水ですよ。え？だってほら、酸水ついてる時点で水なんですよ、お酒は。え？水分補給できないの？お酒は逆に水分抜ける？え？レシュラミイラになっちゃう、もしかして。そのうち。レシュラが思ったよりアホだったけん。うるせえ！お酒はむしろ体に水気を足さなきゃいけない。知らんかったな。ニヤニヤしながら言ってる。え？お酒はお水。違うの？お酒はむしろ体内の水分出る。だからみんなに水用意してね。みんなに水用意してねって言われて水取ったことないわ。え？お酒は水分。うんうん。
血管に回ったアルコールが皮膚から水分奪って蒸発していく。え、そしたらさ、その理論で言ったらさ、レシュラがさ、すりむいた、わかんない、レシュラのさ、前腕のこのぐちゅぐちゅはさ、アルコールをつけることによって蒸発していきますか。ちくしさん、こうしら来てくださってありがとうございます、こうしら。うんうん。実際お酒のせいで脱水になって、レシュラ夏死ぬかもしれないじゃん。レシュラ夏も水飲まないんですよね。赤ワイン飲むといいよ。え、その赤ワインはさ、怪我してても飲んでもいいやつ？あれだけアルコールでアルカリ性だったはずだから、体の中の酸化を防止してくれる。酸化？え、体って酸化してんの？肝臓にも優しくしてもろって。お酒飲む前にお酒の飲み方ちょっと勉強します。お酒飲みすぎて頭クラクラした時もお水飲むとマシになる。ふえーへえー、水飲もう。夏本格化する前に知れてよかそうだね、そうだね。怪我してたら酒、あ、やっぱ飲んじゃダメなんか。佐々木さん、こう知らん、肩脱臼したと聞いて、もうダメ大人のレールに乗っかりかかって、あ、まだ乗っかってなかったみたいでよかったです。酒と一緒にクリスタルガイザーを。あ、なるほどね。え？アルコール弱くなんね？水なんて飲んじゃったら。体の酸化は老化のこと。はぁ、そうなんだ。え、老化すると酸化するの？ぐちゅぐちゅになってるのは体から水分出てるんだから永遠出てくる。はぁ、そんな恐ろしいことになってしまうんですか？え、怖っ。体はアルコールでできている。FGO じゃん。フェイトかな。傷口のぐちぐちは体の免疫活動の一種だから、アルコールで過度に滅菌する。あ、コメント言っちゃった。滅菌するのは良くなかったはず。あ、そうなの。菌死にすぎちゃう。この子お酒で失敗してそのまま命の危険。そうなんだ。コーヒーとお酒はしっかり別の水分補給しなきゃいけない。え、そうなの。ちょっと待って、ダメレードに乗ってない？乗ってないでしょ？ガチでダメロードまっしぐら。そんな。え？ちゃんと毎日必死に生きてるはずなのに。アルコールをしっかり受け止めるせいみたいな。とりあえず酒を飲むときは倍の水分を飲む。何のために？何のために？何のために？このままじゃ確実にダメ大人のレールに乗りかか、へぇ、どこら辺が？アルコール消毒するのも傷、あ、そう、アルコール消毒もダメなん？しない方がいいんか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ダメロードに片足突っ込んでる。へぇ、お願いします。治るまで。お酒我慢してください。お願いします。え？え？マジでお酒で体だったら壊すタイプ。体壊すの嬉しいな。水分不足を感じたことない、この方。親から正しいお酒、レシュラの親お酒飲まないんですよね。半分ダメロードに乗ってる。レシアちゃん禁酒だね。いや、言われなくても1ヶ月お酒飲めないんですけど。1ヶ月もお酒飲めないんですけど。面白すぎる。どこかだよ。レシアがこんなにお酒を飲めないことに悲観しているというのに。何を面白がってるんだ。真面目に悩め。レシアがお酒を飲めない問題について。お酒のお勉強配信楽しみにしてますね。何の勉強すんの、お酒について。禁酒。お酒の勉強してもらう。1ヶ月飲まなかったの、その、なんかタバコを我慢する感じみたいなの、もうニコチン中毒みたいになって。ただでさえ体調辛くて体の水分量少ないのね。休肝日ですね。このまま知らなかったらやばかった。代わりに飲んでおくから。ダメ、飲まないで。レシュラも一緒に飲むから、待って。なべさん、こうしら、悩むところは酒と酒だろう。人生において一番大切なところじゃないですか。これは酒解禁したらまずいだな。そうだな、浴びるように酒を飲むよ。早く1ヶ月後になんないかな。て
か治んないか、治ったらいいんでしょ。全治って言ってもさ、全治って完治ってことでしょ。3週間くらいで治んじゃねえのこれ。飲めるっしょ、3週間も経ったら。え、違う違う違う。だってさ、5月25日デビュー日だし、デビュー日くらいお酒飲みたいわ。1ヶ月でしょ。え、レジェラが怪我したの5月の25日で治るのが、あれだから、それだ。デビュー1周年で、酒解禁しよう。それだ。それだったら我慢できる。それだったら我慢できるわ。うんうん。待って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 。ちくしさん、ナイスレシパ？禁酒代、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って禁酒します。佐々木さんもナイスでしょ。真剣に禁酒を考えましょう。レシープと一緒に。いや、まあ、言われなくても1ヶ月禁酒しますよ。ちゃんと。ちゃんとちゃんとちゃんと。うんうん。うんうん。信じられるか。酒飲み始めたの3ヶ月前なんだぜ。そうだよ。3ヶ月前だったら。なんか文句あっか？え？水を飲んで血中のアルコール濃度を下げると肝臓の負担が減って頭痛が減る？頭痛か。レシラの頭痛、純粋にさ、寝不足だと思ってんだけど、あれどっちだろうな。ウニさん、ナイスレシパ。デビュー日まで禁酒頑張ろうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。禁酒頑張るわ。5月25日に向けて禁酒頑張ります。あー、お酒飲めないの辛いよ。無理。無理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 。頑張れない。今まで見た人と同じ考えのアルコール、レシュでアルコール依存症の素質あります？もしかして。間違いなく二日酔い？でも頭痛いだけで全然気持ちはハイだった。全然ローじゃなかったね。これ絶対途中で飲むでしょ。飲まないって飲まないってレシュで意外と我慢強いからな。レシラの普段の頭痛は気圧と寝不足と目の疲れ。あー、目の疲れね。確かに。いや、もう依存症？は？もう依存症？一口だけなら。いや、レシラ缶チューハイしか買わないからさ、缶のやつ一回開けてさ、次の日に飲もうとしたらいろいろ飛んじゃってて美味しくなくなるんですよね。才能あるよ。素質ある。はぁ、入ってる。将来アルチになってそう。将来って何年後だと思います？それ。それ何年後だと思います？素質ってもはや依存症？え？アルチューの傾向ある？どこが？どこがですか？禁酒なんて簡単だ。私は今まで何回も禁酒している。誰のセリフそれ？禁酒進められるか、こげわくさん。実際飲まないでねって言われて嫌だって思う時点で依存症は芽生えてる。芽生えてた。3ヶ月後、レシュラ3ヶ月後はアルチューになってんすか？何年何ヶ月訂正しなくていいんだよ。何年後かと思ってたんだけど、何ヶ月後なんですか？とりあえず、美味しい酒を知るところから始めないといかんな。美味しい酒？美味しい酒？美味しい酒って何ですか？禁酒は無理って言ってる時点で。ついに飲みたいと思ったらそれはもう依存しよう。いや、さすがに日中は飲まないですよ。どこがと聞かれると、この配信自体がと言える。は？アーカイブ消すぞ。どこが？レシャーちゃんの話聞いてると依存症の人と同じ。は？アルチューの推しはなく、泣かんでもろて、なんか自信を持て。ギャンブルはもうやめました。かけてもいいですに近いそれ。レシュラさ、競馬やりたいんだよね。競馬、競馬やりたい。酒は全部うまいってなってそう。おー、うまくない酒。いや、うまい酒って何って聞かれたらあれだけど、うまくない酒って何って聞かれたらなんだろうってなるわ。家族にアルチューいるから怖い。え、そうなん、いるんだ。へえ。酒は週1くらいにしとこう。いや、でも1ヶ月飲まないですからね。アーカイブ消すぞ、かっこ熱。とりあえず二日酔い、あ、流れてっちゃった。二日酔いになりたいわ。美味しいお酒、あー、なるほどね。5月1日春の天皇賞、なるほど。競馬は消えてもいいお金で、あ、そう。オッケー、消えてもいいお金ね。なくね、そんなお金。かける金額セーブすれば。なるほどね。酒競馬リーチ近そう。え、何、あと何やったらビンゴするんですか、それ。
馬娘で我慢しなさい。酒と競馬のやべえコンボ。いいじゃん、競馬楽しそうじゃん。見事なおっさん、やめろ、まだ、まだ、二十歳の少女だ。パチでビンゴ。はい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 。行ったことないわ。パチンコね。なるほどな。まずい酒飲むと酒が嫌いになる。まずいのは鬼殺し。あ、鬼殺し飲んだことある。けど、まずいかって聞かれたら別にまず、なんか普通のお酒だった。けどあれ度数高いよね、確か鬼殺しって。うん。清楚さは二十歳とともに捨て去った。いや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 。タバコもありますよ。はい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 。あのさ、タバコピンクのやつなんて言うっけ？あれ可愛いよね。あとピアニッシモみたいなやつ。あれ箱可愛いよな。女性ああいうタバコ吸ってるイメージありますね。うんうん。シャンパチやりたい。え、だってなんか魔法の機械って聞いた。お金を入れたら倍になって帰ってくる魔法の機械って聞いた。パチンコは数ヶ月前はお嬢様なのに今はおじさん。なんてことを言う。ダークはマジやめとけ。ピアニッシモ、ピアニッシモ。え、レシアさっきなんて言った。ピアニッシモみたいなこと言ったよね。あれ可愛いよね。鬼殺しって おじいちゃんがよく買ってるイメージ。あれでしょ、紙パックのやつでしょ。うん。タバコはやめなさい。そうなんですか。ピアニッシモはレシアだから聞くと。ケアワードパチやってもいいけど、タバコはダメ。あ、そう、そうなんだ。お金を無限に吸い込む狂気の機械。あ、そうなんですか。そうなんですか。うんうん。ダメ人間まっしぐら。あり？一回当たるとやめれなくなるパチッコ。一時間で10万。10万やっば、そんななくなんの。職場の若い子がパチンコハマって給料すり減らしてる。おー。へえ、競馬新聞読み出したら最後ですね。え、でも、競馬新聞？あー。見たことないかも、競馬新聞。今はあまり勝てない。今は、そうなん。一昔では、一昔前だったら勝てたな。そこまでやったら全部の配信、低評価連打しますよ。あ、別にいいですよ。どうぞどうぞどうぞ。やりたきゃやりやがれ。全部、言ったからな、全部の配信にな。やれよ、全部の配信に、絶対。レシラ見るからな。全部に一個ずつ低評、一個ずつじゃなくてもいいや。5個ぐらい低評価ついてるかついてないか。毎日確認しに行くわ、そしたら。うん、1000円入れた。10万になって帰ってくる機会があった。1000円が10万に？すげえ。すげえ。ラミトンさん、こっち逆に圧かけてくるのくさ。いいよ、低評価押し上がれ、押し上がれ。今すぐ低評価押せ。どうしよう、この配信低評価10くらいついてたら。パチンコとスロットをやめました。その後、レシャちゃんと VTS、え、やめてレシャラに注ぎ込んでも何も返さないぞ。いいんですか？逆に圧返された。ちなみに今日低評価ついてますか？この配信。なんかさ、みんな側からさ、低評価見えなくなったじゃないですか？普通の、あれだと YouTube から見ると。あれすごいっすよね。あの、低評価がいくつついてるか見えなくなったことによってさ、あんま低評価つかなくなったんですよね。そう、低評価もね、評価には違いないんですよ。むしろね、低評価が多い配信の方がね、再生数多かったりするんですよね。まあ、それだけレシュラを知らない人の目に触れてるから低評価がついてるってことなんでしょうけど。高評価をしておきました。ありがとうございます。ありがとうございます。低評価こちらから見えないね。ね。でもあれね、マジ低評価の数見えなくなることによってね、ガチで低評価の数減った。超減ったよ。パチンコとスロットは身を崩しやすいから。やらない方がいいに越したことはない。へぇー。やらない方がいいんか。うんうん。現在は高評価。現在はって何？え、キープ？キープ？揺らぐことあんの？
見えないからこそ愉快犯。なるほどね。申し訳ないけど、高評価、手が勝手に押しちゃう。あ、ありがとうございます。謝らなくていいんですよ。謝らなくていいんで、申し訳ないなんて気持ち持たなくていいんですよ。押せと言われたので押しました、高評価。ありがとうございます。ありがとうございます。高評価しか、ない。よかったです。そうだよな。みんなの目にもはや低評価なんて、文字、3文字見えてないですよね。ね。ボーナスチャンス。高評価を連打しろ。なんだっけ、奇数だっけ、偶数だっけ。ちょっと奇数と偶数わかんないんですけど。低評価が増える方向でよろしくお願いします。低評価？高評価？え？レシアさっきなんて言いました？レシアの配信は全部高評価をしてる。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。高評価いつも大変助かっております。ありがとうございます。村さんこちら来てくださってありがとうございます。こんばんは。高評価をしてないって圧かけられたことあるから毎回押してます。圧かけたことあったんですね。ちょっと記憶にないです。低評価、やっぱりレシア低評価って言ったら、なんかレシア自分の口が低評価と声を出したような気がしました、今。奇数と偶数がわからない。あ、ずっと、ご存知ないですか、レシアが奇数と偶数の違いがわからない。レシアが思うに、1だから、奇数、高評価は奇数回押してください。合ってる？合ってますか？合ってますか？高評価したらレシャちゃんの虹カットインが出ました。キラ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 。レシャの虹色に光りたい。光れるかな？合ってる。よかった。いけた。かわいいし、楽しいし、もっと広まってる。具体的にはとりあえず2000。2000か。遠いですね。長いですね。長いですね。低評価はまず押すことないけど。振りの圧かけたつもりが逆圧食らうとはこの子強すぎる。レシュラメンタル超強いからね。高評価の色が変わってれば何度押しても OK です。そういうこと。お酒の飲みすぎで口からにじってるかも。動画編集できる人ってそれできるんだろうな。やりたいな。4月29日に馬娘シンデレラグレイショーが開催されますよ。え、リアル競馬それ。メンタル強そうよ。レシュラメンタル強いよ。超強いよ。激強よ。虹レシュラカットインで激アツ。おぉ、確定演出よ。鋼の心を持つ女、肩を外れる。そうなんだよなぁ。メンタル強いよ、私。本当だよな。口から虹のカットイン。そうだよ。口が。キャー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 。僕はメンタルクソ雑魚。そんなことなくない？メンタルとフィジカルって何が違うん？レースの名前を変えるやつ、いくらで買ったん？シンデレラグレイ。肩も鋼にしようぜ。したいな、肩。鋼に。鋼入れてください。リアル系は結構何でもあり。アイドルマスター、そうだね。レシアもそれ、見たことあるわ。はい、たし、おめでとう。笠松って何？鋼の心はクソ雑魚スキルだから。え、そうなん？アップで入ってなんか見直されてもないの、それ。口から虹カットインはやだ。嫌だ？メンタル精神、フィジカル。体。あ、肉体ね、体ね。体？レシュラ体強そう？レース自体金出せばやれる。金出せばでしょ？うん。口から虹カットインは、お酒の飲みすぎ。飲んでないはずなのにな。いや、飲んでないはずだけどさ、クッキングシミュレーターでも言われましたけど、なんか、お酒飲んでますって言われたよね、クッキングシミュレーター。飲んでなかったんですけど。体弱そう。フィジカルもメンタルも弱いじゃないか。笠松さん、オグリ、あ、そうなんだ。へえ。強そう、脱臼しながら。いや、あの衝撃は誰だって脱臼するって。
口から出てくる色が青、緑、赤、金、虹で演出かな。あー、金か。リシアさんのナイトやめるぞ。いいじゃん、やめてみなよ。やめてみなよ。それで普通の生活ができるならな。なんでそうよね。はい。パチス、北さんの固有演出ね。体は自転車に引かれて肩が外れる時点で。みんな自転車に引かれて肩外さないんですか？メシュラはなんだかんだでか弱い女の子だと思ってるよ。か弱い女の子。か弱い女の子。皆さんどうもー、か弱い女の子でーす。どうもー。今回のレースは公式での開催。グッズの販売もあんの？はー、すげー。いいなぁ。いいなぁ。そもそも自転車に引かれない。は。は。は。捻挫や打ち身、擦り傷はするだろうけど、打球はちょっと。か弱い、か弱いでハテナつけんなよ。遅くなったけど肩を大事にね。ありがとうございます。恐縮です。ありがとうございます。体は普通の女の子。硬くはなさそう。そうだね。最近筋トレもしてないからガチで柔らかいと思う。柔らかい？ガチでただの骨になってしまった。うん、確定演出で自転車に引かれ。ヘイシリ、か弱いについて調べて。は？シリだって多分、か弱いイコールレシュラで出してくるよ。なあ。自転車に引っかえて、はって折れるんですか？オーリーキャップのぬいぐるみ再販。おー、なるほどね。か弱い。ハテナをつけるな、ハテナを。自転車で転んで、親指が90度曲がっち、親指が90度どっちに？逆に？高評価つけるぞ。おー、ぜひつけてくれたまえ。か弱いって、なんかちょっと儚げに聞こえ、儚いだろ、レシュラ。シリが反応して、反応したんだ。いいね。いいね。iPhone 勢。自転車に当てられて肩外れた。体スレンダーそうやな。レシュラのさ、いつだっけ？いつだかのさ、アーカイブ残ってない配信でレシュラ、かなり出しましたよね。身長、体重。あと何出したっけ？あと何出したっけ？横に？何が？はかないってなんだっけ？はかないはレシュラのことよ。レシュラははかないよ。普通にある日突然倒れそうだ。あー、なるほどね。なるほどね。出してたね。痩せすぎってなってたね。でしょ？レシュラちゃんは、スレンダーですよ。はかない。違うんだよな。違うんだよな。そっちじゃないんだよな。違うんだよな。お墓は、ある方ない方いるかもしれん。あれ、アーカイブ残ってないか。そう、残ってないっすね。BMI 出してもっと食べてってなったような。そうだね、BMI も出したね。吐かないはず吐かない。そう、でしょ、吐いたことないからね。普通にいつか食べ、急性アルコール中毒。なんだって。うまい、うまいのか、うまいのか。レシーブと書いて吐かないと読む。あ、君たちの方が吐かなかった。知りたかった。知ったところでじゃない。知ったところでじゃない。でも、BMI いくつだったっけ？体重は言わないにしてもさ。BMI はね、14.8。あ、ウエストも出してんじゃん、レシュラ。その時の配信。すぐに自分のウエスト出せるレシュラ、ちょっとあれなんですけど。身長体重 BMI、腹位ってウエストのことでしょ？血圧、出しましたね。低くないよ、低くないよ。普通だよ。レシュラにとっての普通だよ、これが。体脂肪率？わかんない。BMI ってなんだ？ 14.8 低い？どう、低いよね、低いよね。はい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 。皆様、レシュラ、吐かないでしょ？吐かないって言え。
低くないでしょもう少し肉食うかスタイルはベストです。そうだよ、お母さんが鬼滅の牛太郎を見てレシュラみたいって言った違うんだよな、違うんだよな、吐かない子は圧かけない。なんだって、おい、一人も吐かないの字合ってないんだけど。はは、はレシュラちゃんは吐かない、吐いてるから、吐いてますからはかないです。わー、ちゃんと漢字、漢字きた、漢字きた。よし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 。よし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 。こういうことなんですよ。レシュラ吐かないだろ？レシュラ鬼だったん？違うんだよな。なんかその歯発光して見えるわ。このコメント欄で見ると。歯がない。いや、歯はあります。あ、でもレシュラ、歯ないかもしれない。あ、あちゃんと吐いてね。吐いてますけど、吐いてますけど、吐いてますけど、よいしょ、ほら、吐いてますけど、吐いてますけど、これを動かすことによってレシュラはちょっとまた配信画面をいじるとちょっとめんどくさい部分があるんで、よいしょ、どこら辺だったレシュラ、よいしょ、ちょっとでけえなレシュラ、ちょっとでけえなレシュラ、あ、違う、いろんなものを動かした。レシュラどれだっけ、よいしょよしよしよし、どこら辺にいたでしょ、わかんないや逆に低すぎて心配。いやいやいや、今日は履いてた、今日はってなんだよ、普段から履いとるわ開かないお嬢さん水素、これだけの要素があってこんなにしてしそうだよね、履かないお嬢さんも水素、こんだけ要素あったらもう誰だってレシャラに親しみを感じるでしょね。中は履いてないと、履いてますけど、履いてますが僕もレシャルと BMI そこまで変わらんから安心してもろて、お、安心した、つまりお手上げさんも履かない、そういうことだな。いじりたくなるのはどこをだよ、何をだよ何をだよそんだけの要素があるのに、あるのに親しみやすくて好きだよ。要素多すぎると逆に親しみって失われるんですか、うん、逆に本当に肩大丈夫か心配、違う、気になる、大丈夫ですよ、大丈夫です。吐かないお嬢様、清楚、知らん、あとなんだっけ、知らね、あと何、知らね侍さんも吐いてないのか、それは知らない、レシュラ知らない吐かない、かっこいい、ミシン、吐かない、清楚なお嬢様、レシュラン、なんか、誰だろうな、誰やん、うんうん、BMI 低いのってムキムキでもなるんだっけ、なるんじゃない、なるんじゃない。でもレシュラ最近ね、まあ一応太ったと言っちゃ太ったんですよ、太ったというか、まあ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 、その BMI がガチで低かった頃というか、レシュラがデビューしたばっかりの頃、夏かな、夏とかさ、ガチでもう痩せすぎてさ、多分痩せすぎて腹筋割れてたもん。今はね、割れてない腹筋、うんうん、そもそもお嬢様感強いはずなのにここまで親しみやすいのがすごいなって思ってた、この前の配信でお嬢様感強かったですかでした、そうですか、18代、そうだね、なんかさっき平均21とかって見た、 BMI は体脂肪率とか関係なく体重だから、ムキムキの人は逆に多い。そうなんだ、 BMI 多いんだ、へえ。もっと肉つけよう、そう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 、であまりにも痩せすぎてさ、まあ、とりあえず栄養が足りてなかったがゆえにさ、ちょっとエシラ病院にかかったんですよね、いつだっけそれで、薬出されたミイラみたいなと困る、え、わかんない、だってさ、こんだけ痩せててさ、水分も取らないでさ、お酒も飲んでるってさ、もうミイラになるんじゃん、ガチでミイラになりそう筋肉重たいから、ね、なるほどね、ウニさんナイスレシパー、トリマ大丈夫せいでよかった、お大事にして、ね、酒は代わりに飲んで、うん、いいな、ガチまで断酒してね、ナイスレシパーです、ありがとうございます。
頑張って断酒します。レシアさんがミイラになるまであと何日？何日だ？酒ミイラ。ミイラの作り方。お酒をたくさん飲ませます。完成です。もっと食べて、もっと飲んで。いい？ミイラになったらどっかの博物館に飾ろう。いいじゃん。松戸に飾ってほしいわ。BMI は肥満度のこと。レシュラ肥満じゃないってこと？肥満？いつかレシュラも肥満になんのかな？なんのかな？どうだろうね。恐ろしいね。肥満か。美味しいご飯を作らねば。作ってくれんの？まずどうだくさん。レシュランちゃんは痩せすぎ。肥満どころか痩せすぎ。ならないかな。酒って太るんだっけ。なんかレシュラがさ、お酒って太るイメージあるって言ったらさ、なんか配信でみんながおつまみがカロリー高いみたいな話、カロリーというか脂質、何が高いの知らんけど、そんな感じの話されましたね。レシュラさんの場合、年取ってもガリガリのままな気がする。なんだって。肥満というより、え、ビールバラ、ビールバラ、わかんないってさ、結局ビール飲んだら太るの？ん？骨張ったおばあさんにいいじゃん。魔女っぽくない？痩せすぎ。痩せすぎ。まあ、痩せすぎ。なんて言われたんだっけ、レシア。なんか、類想みたいな話された。なんだっけな。ビールは太るんだ。はい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 。酒は運動しない。運動ねー。運動ねー。BMI14 はいろんな人に食べろって言われる。そこまで変わらない僕がさ。いや、レシュラもね、食べて下っ腹が出てくる。へえ、そうなの。ビールだけでは太らない。ビール太りますよ。よ、正しい知識を教えてくれ。ビール、日本酒は飲みすぎると痛風。痛風聞いたことある。何それ、痛風って。お酒はなんかいろいろ入ってないよってやつ以外は太る。あ、そうなんだ。それ以外は太るんだ。レシャーさん、そもそも飲みながら食べてるの？食べてないですね。飲むだけですね。なんならすきっ腹に飲んでます。ビールは穀物から作ってるから太る。はいはいはい。冷蔵はお年寄りが言われる。レシャーもうお年寄りなのかもしれない。お年寄りなのかもしれない。どうしよう。ビールのおつまみって大抵脂っこいもの。おー。確かに。そんな生活してたら、楽器？なんてもんだそれ。何それ。痛風は足の親指とかに激痛が走る。激痛怖。歩けなくなんじゃんそれ。イカ水は太りづらくなるけど、レシュラがイカ水ってなんだ？イカ水？胃が下に垂れてる？風が当たるだけで痛いから痛風。ひー、ガキで合ってる。合ってるんだ。痛風は関節とかに尿素の結晶ができる病気。簡単に言うと、突然関節に、針が生えて痛い？怖い。何が起きたら痛風になるって言った？え？何それ？体の中で結晶化して内部から針を刺されたような痛み？やば。食べれなくなるものも結構ある。なんだって？食べてないから太るだけのカロリー取れてない。そうだね。その通りだね。プリン体？え、プリン体ってさ、ビール以外にも入ってる？プリン体って何に入ってんの？知人は、痛風は風が吹かれなくても痛い。風が吹かれなくても痛い。はぁ！やば。卵とか魚介類に入ってるのが大半。卵！へぇー！飲めなくはなる。
白子とかあん肝、白子めっちゃ好きなんだけど、レシラ。魚の卵、は、大体の食べ物に入ってる？エビにも入ってんの？プリンターはいろんなものに入ってる。魚とか魚卵のがやばい。いや、アルコールが体内で代謝されてプリンターに変わるので、そもそもアルコールがアウト。カニとかイクラとかめちゃくちゃ好きなんだが、そんな絶望的なことを教えられても対処できないよ、レシュラ。痛風になってもレシュラさん応援します。ありがとうございます。応援してくれると嬉しいです。ありがとうございます。白子うまいよね。うまい、めっちゃうまい。痛風鍋、何それ。痛風になる食べ物だけで鍋作るってこと？脅され、レシュラ脅されてる。無理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 。足の指や足首などの関節に起こりやすい。無理なんだけど。魚類と酒が大好きって言っちゃう。まあ大好きなんですけど。レシュラ、痛風まっしぐら。何したら痛風避けられますか？対処法教えて。今すぐに。じゃないと今すぐ痛風になる。ちなみに、ニワトリの卵1個だと、コアラじゃない。タラコだったわ。コアラ。ニワトリの卵1個と、コアラ。タラコのことコアラって言った。コアラ食べない。レシュラ、コアラ食べない。飲まない、食べない。取りすぎない。飲みすぎを気をつける。プリン体摂取を控える。だってプリン体全部に入ってんじゃん。レシュラが食べてる食べ物の全てにプリン体が入ってるんでしょ？コアラ食べない。酔ってます、酔ってません。シラフです。今すぐに痛風になる。痛風になる。無理。レシュラちゃん酔ってる。酔ってないんだよな。これが、シラフなんだよな。コアラの食べ過ぎに注意。でもコアラの食べ過ぎは、純粋に五感がやばい。レシュラさん今日面白いですね。いつもは面白くないってことですか？つまり。まさか今飲んでないんだよな。ずっと喋り続けてるだろう。いつ飲むタイミングがあったら、レシュラに。コアラは止めないです。酒飲むな。酒飲まなかったらいいの？ただ、それだけで痛風にならないの？ビタミン摂取する。オッケー、ビタミンね。松戸コアサウルス食べられてしまう。ムム食べないです。ムム先輩食べないです。コアラのマーチなら大丈夫。チョコレートには入ってないの、プリン体。そんなことないよ。じゃあよかったです。今日も面白いってことですね。酒飲まなくても痛風にはなる。救いはないのですか？痛風になる人の多くは、大酒飲み。あとはわかるよな。一日一缶しか飲まないレシラは痛風にならないってこと？高評価押しといた。まだ押してなかったの？高評価ありがとうございます。とりあえず、アルコール減らそうなってのが第一。時点で魚介類控える。無理。ビールのプリント、レシュラビール飲まない？普段。ビール飲まない。ビール飲めん。お酒飲まないだけでだいぶ抑えられる。そうなの？はあ。ビタミン摂取してもアルコール通ってたら確かビタミン吸収されないから、結局、ビタミン吸収されない？さっき聞いたな。さっき聞いたな。運動してたら大運動ですか？運動ですね。なるほどですね。バランスよく食事。すっごいバランスいい食事してるよ。もう、朝、は食べなかったわ。昼にウィーダインゼリー取ってるもん。もうこれ完璧でしょ。一缶ならまあ、でしょ。お酒を上飲する習慣のある人は痛風になる。でもだってレシュラ飲んでないもん。そもそも飲んでない。結論、リングフィットやる。リングフィットいくらですか？どれくらいお金かかります？リングフィット。あれってなんか、リング買わなきゃいけないでしょ？きちんと3食。バランスいいと。こうやって完璧健康で、ウィーダインゼリーってなんか全部兼ね備えてるんじゃないですか？あれ。違うんですか？アルコールの排出を早めるために水分も取ってる。水分ですか？
水道水と一緒に生きていく。自信もあまり説明するも朝食べてない。朝はだって食べる時間ないので食べなくて、昼は食べる時間ないので、ウィーダインゼリーで5分くらいでお昼ご飯を食べ終わりまして、慰謝料で買っちゃう。慰謝料でリングフィット買ってんの意味わかんないのよ。朝は食べた方がいいよ。無理、間に合わない。間に合わない。早起きしてもろて。レシュラの配信時間考えたら睡眠時間と朝ごはんどっちが大切なんですか？睡眠時間でしょ？朝ごはん食べるために睡眠時間削りたくないんだけど。朝はゼリー食べれるのでは、もうゼリー食べる暇もないくらいギリギリなの、レシュラ。ご飯はとりあえずと、そう、朝はね、顔面工事で忙しいんですよ。どっちも大事です。いや、どっちもなんて、そんな皆さん、どっちもなんて、そんなね、わがままですよ。わがまま。どっちかしか選べない世界に生きてるんです、レシュラは。早く寝ましょう。配信ゼロになるぞ、レシュラ。寝る前に作り置き？違う。作り置きとかじゃないの。食べる時間がないの。両方大事。贅沢すぎる。贅沢だね、君たち。どんだけ豊かな生活を送ってるんですか、普段。睡眠と朝食両方大事。配信なくなるぞ。配信する時間なくなっちゃうじゃん、そんなことしたら。どんなレシャーさんも好きだよ。顔面作り置き。いや、肌荒れるわ。車の中でウィダー飲めば解決だね。そうだね。仕事行きながらぜ、いや、レシュラ、事故るのマジ怖くて、ながらできないんだよな。車の中に何か入れておきます。いや、冷えてるゼリーしか飲みたくない。これがわがままですか？もはやこれがわがままね。パンだけでも食べると違うと思う。パンなんて食べたら口の中パサパサになっちゃうんだけど。え？私と仕事と朝ごはん、私と仕事と朝ごはんと睡眠、どっちが大事なの？ね。逆にどんな生活してるの？4時に寝て、6時に起きて、出社してる。配信なくなるぞって言われても、お仕置き箱がいちゃう。配信なくなるよ、本当に。日本にはパンを加えながら通勤する。ぶつかって肩脱臼するでしょ、それ。それ、ぶつかって肩脱臼するよ、それ。エナジーバーも口パサパサになりません？だから水分。バナナでもいいよ、バナナ。2時間。4時に寝て、6時に起きて。なんで体力持つん？え？バナナと牛乳はお腹壊すんで飲めないっす。それは睡眠時間足りなさすぎ。2時間。肩大事にしてもらって、肩大事。配信時間短くしよう。いや。だって普段の配信からレシュラだって2時間くらいしかやってないんですよ。配信時間が1時間短くなったところで3時間なんて誤差でしょ、誤差。しかもレシュラは車だからぶつかったら死ぬ。そう。死ぬの。死ぬんですよ、皆さん。配信よりレシュラちゃんの方が心配。いや。見てこれ。今日も元気。やばくない？これ。見てこれ。これ。見えてます？皆さん。レシュラのことが。聞こえてます？このレシュラの元気そうな声が。肩を脱臼しても、睡眠時間が2時間でも、こんなにぐるぐる？ぐるぐる？ぐるぐるですか？今もしかして。配信死にました？レシュラがこんなに元気なのに配信が死ぬんですか？せちがらい。え？大丈夫やで。え、でもなんか米とぐるぐるしてるよね、これ。え、なに？治ったよ。あ、死んでたんだ、やっぱ。死んでたんだ。一瞬ぐるってした。もう、台無し。寿命は削ってそう。削ってない。生きてる。今は大丈夫。じゃあよかったです。生き返りました。ほら、一瞬死んでもすぐ生き返る。これが神です。YouTube 休んでもろって何？配信閉じさせようとしたの？YouTube。ひどいな。
睡眠不足で居眠り運転はよくある自己パターンなので気をつけようね。気をつけます。ありがとうございます。うんうん。だからこのテンション、納得、納得するな、納得するな、普段からこのテンションだが。エシアさん、体だけは本当に、あ、気をつけます。2、3倍の時間寝てもいいんですよ。仕事間に合わないじゃん、それ。仕事間に合う。ストリームオフラインです。え、配信死んでる？無理？寿命削るのは年数経ってから来る。あ、大丈夫ですよ、皆さん。自身でもう、そんな、長生きする予定ないんで、大丈夫です。YouTube 側から休むように言われてる。恐ろしいな。悲しいな。こんなに楽しい配信を閉じさせようとするなんて。仕事より体の方が大事よ。いや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 、仕事がなくなったら、どうやってお金を稼ぐんですか。睡眠時間7時間がベストだって研究データ。おー、出てますよね。なんか日本人は睡眠時間が短いってね、よく言われますよね。長生き。長生きしてもって、あ、ありがとうございます。長生きですか？長生きですか？さっき別の人はぐるっとまま終わっていった。マジ？ぐるっとまま終わってったの？レシュラよく生き返ったね。これが生命力ってやつですよ、皆さん。レシュラがいかに頑丈か。仕事の基本は体。なるほどね。長生き。無駄に長生きする必要はなくして。短くても健康は大事。レシュラさ、いて。レシュラさ、初めてというか、まあ、ピアス開けた時にさ、お父さんに見られたというか、まあ、ファーストピアスをお父さんに見られた時にさ、もう、すっごい細い声でさ、もうやめてくれ！なんかもう、だんだんもう、か細くなるような、もう、レシュラがもうさ、ぐれすぎててさ、めっちゃ細い声で言われてさ、なんかもう、大丈夫っすよ。そんな長生きする予定ないんでって、でもう、めっちゃ、なんか、喧嘩した。喧嘩はしてない。レシュラが減らず口を叩き続けた。ぐれてたのか。いや、ぐれてないっす。こんな感じっす。お父さん、かわいいな。かわいいかわかんない。もう本当もうか細い声でやめてくれって言われたね。わー、サイムナギサさん、ナイスレシパー。お薬代置いていきますわ。ありがとうございます。ありがとうございます。直します。ありがとうございます。これで尻尾も変えます。ありがとうございます。うん、ピアスくらい開けてもいいよな。な、開けてもいいよな。娘の体が、親からしたらそれは怒る。父親ってそんなもん、そう。もうめっちゃ細い声で言われて、もう今まで聞いたことない声で言われたわ。うん、長生きする予定ね。大丈夫っすよ、って。親よりは長生きしてもろうって。親よりは、なるほどですね。ピアスもファッションだからな。ね。そういうことなんですよ。だからね、お父さんの前では極力髪の毛を下ろしてね、耳が見えないようにしてます。気を使ってます、これでも。親は長生きしてほしいと思ってます。親目線のコメント来た。ピアス開けたら殴られたけど、殴られたん？やばいね。ピアスはファッション。そう。ファッションだしな。な。ピアスはいいぞ。可愛いからな。で、そう、なんていうっけ、イヤーカフとかしたらさ、だからもう。まあ、その後もピアス開けたんですけど、その前にイヤーカフとかしてたら、また開けたのみたいに、めっちゃ言われて。レシアさんを失った私は、どうなっちゃうの？ピアス怖くて無理？一瞬よ、一瞬。やっぱイヤリングよりピアスなの？いやー、イヤリングはさ、すぐ落とすじゃん。ピアスはさ、いけるじゃん。タトゥー入れてみたい。わかる。タトゥーなー、いいじゃん。かっこいいじゃん。その結果がピアス増やして対抗。そうだよ。対抗。その年で違う。それぞれの年で楽しみ方あるから、年食った時の楽しみ、が味わえないの。ああ、なるほどね。あ、さなぎりさんお疲れしな。飲酒解禁配信楽しみにしてます。ありがとうございます。お疲れしら。いい夢見てね。ピアスどころかコンタクトも怖いみん。怖いたみ？怖いみん？怖いたみ？
あ、コンタクトの上な人いるね。へー。コンタクトはすぐできたな。開けたことない。開けてみなよ。生きれなくなりますよ。へー、おもろい。ピアス痛そう。そうだね、タトゥー温泉入らなくなるね。ヨシアさんは背中に登り流。え、翼生やしたい翼。天使の羽。ランドセルしょ痛い。それはちゃうか。タトゥーってヨシアさん入れれるんかな。でもタトゥーは、どうなんだろうね。腫れ、あ、でも、まあ、ピアスも腫れるか。コンタクトは今年やってみる。いいじゃん。コンタクト便利よ。タトゥー入れると温泉入れないよ。温泉いかんからな。コンタクトは異物だと思ってる。へえ。体を痛めつけてまでファッションに入れ込むのが理解できないタイプの。あー、でもまあ。入れたくなきゃ入れなきゃいいんじゃねみたいなとこありますよね。普通に。タトゥーはさすが。シールで我慢。そうだね。あるよね、シールね。11歳と8歳で自分の子供に親指は長生きしてほしいかな。おー。ランドセル背負いたい。てってんてん天使の羽。ランドセルのタトゥー。なんで面白がるんですか。え、だってレシェラが死んだら一緒に死んでくれるんでしょ。よくない。背中にタトゥーでランドセルかくのか。やばそう。翼を生やしちゃったら、さ、あ、そうじゃん。え、ササちゃん。内ももとかに入れたい。立てられたらお嬢様がお嬢になってしまう。かっこよ。いいじゃん。レッドブル飲んだら生えるやつをさ。あー、生やしたい。海外の入れ墨じゃなくてタトゥーって図柄。コンタクトは視力低下の度合いがメガネより上がる。そうなんだ。まあ、レシュラももう、この年になっても視力下がり続けてるからね。そのうち何も見えなくなるんじゃない。他の推しいるけど、最推しは変わらん。そうだね。他にも推しいるってことは、レシュラが死んでも死なないってこと？コンタクトで何度か眼球。痛めたん？それコンタクト外すの下手でしょ。友達の体にタトゥーしたけど、やる側は、入れれんの？やば。ヘイバイオウ？なんだそれ。背中に背中ってタトゥー入れ。そのさ、なんか外人がさ、東京って書いた T シャツ着てるみたいなさ。ササちゃん、内ももはくさ、内ももちょっとエッチでよくない？えらそう感じ。だよね。視力は下がるもの、それなぁ。ポリシーおった。いたなぁ。やる側は楽しかったです。すごくね？やる方も勇気いりそうだけど。めっちゃ勇気いるよな。コンタクトは事故った視力ってやつ。おー、なるほどね。コンタクト外すの忘れて寝そうで怖い。おー。まあ確かに。確かに。コンタクトは眼球にダイレクトだから眼球傷つきやすい。ラちゃんの流れるような。さあ、よしとしねよ。うん。よし。時間経ったら落ちる。そうなんだ。中国で王が死んだら家臣が殉死する代わりに埋葬される。ほう。メガネ派。今のところ、裸眼で住んでる？強っ！レシュラー、小学4年生で視力悪かったわ。確かにタトゥーがチラ見えする。ね、いいよね。それで超短いミニスカ履きたい。やはりメガネこそ安定。メガネなぁ。メガネ。でも、メガネ、邪魔くない？やっぱメガネでいいよ。ほー。メガネしてるとサングラスかけ、おー、なるほどね。お嬢さん、そんなことないだろう。そんなことはないだろう。わかめちゃんスタイル。それは、なんか、品がないね。メガネ。ワンデー？レシア、高校までワンデーだったけど、働き始めてから、
1 week になったわ。1 week、2 week か。メガネっ子はあってもコンタクト娘は聞かない。コンタクト娘、コンタクトここは何て言うんだろう。つまりそういうこと、そういうことなのか。メガネっ子、メガネしてたらもったいないって言われるの、理解できない。あー、メガネ、そうね。竹内亜美さん、お嬢様はコーヒー牛乳みたいな何かを感じる。何それ。シェールで遊ぶくらい。消せないのはいつか後悔しそう。後悔するまで長生きしたくねえな。小さい頃は目良かったけど今めっちゃ悪い。おー、目良かったんだ。小学4年からメガネだから、もうメガネは体の一部。え、しろ、コンタクトはね、高校生からコンタクトだったから、小4、小5、小6、中1、中2、中3だから、6年間メガネだったわ。え、しろがどんどん好きになっちゃう。好きになるポイントあった今。コンタクトは衛生面考えると、ワンデーがいいね。まあ、確かに衛生面考えるとね。メガネだってファッションやで。レシュラね。なんか、コラボのメガネ使ってるわ、アニメの。袖に度数入れてもらって。家にいる時はメガネだね。働いてる時だけコンタクトだわ。邪魔だから、メガネ。生きる意味でしたよね。そうだよ、生きる意味だよ。リプのやつっしょ。事故るまで。1.2 あったけど。そうなんだ。え、めっちゃ目いいじゃん。やば。レシロ、今コンタクトつけても1ないと思う。メガネは高2だから、小6から裸眼でほとんど見えてなかった。え、そうなの？裸眼？見えてなかったのに、高校2年生まで生きてけたのやば。遊びはコンタクト、作業はメガネで使い分けてる。お、いいね。誰さんのメガネ？それ誰だ？メガネ外すと誰か分からなくなるとかあるけど、自分もそうなってるのか気になる。あー、メガネ外すとね。確かに印象は変わりそうだけどな。レシュラがドタイプ。今日の配信でドタイプって言っちゃったらもう、あれじゃん。アルチューがタイプになっちゃうけど大丈夫そう？メガネはもう36年。長っ。長いね。何回それメガネ新しいの買った？家では常に裸眼で、仕事では、仕事のメガネ。ああ、そうなんだ。仕事はコンタクト、家ではメガネ。裸眼で生活できない、何も見えないもん。うん。最近の子はスマホのせいで悪くなってるって聞く。ああ、スマホね。まあ、レシュラ普通にゲームだと思うけど。まあ、スマホもゲーム用にしか使ってないけどね、ほぼ。目が悪くなりすぎると、声と背丈と雰囲気で判断する能力が身につくよね。レシュラさ、マジ、裸眼全然見ないからな。裸眼で人を見ないからな。裸眼ガチで何も見えない。多分、今メガネ。今メガネというか、今裸眼になったら多分配信画面、ただ発光してるようで何も見えないと思う。多分今日の配信画面に至ってはさ、背景色暗いから、多分レシュラが見えないと思う。裸眼で 0.1 見えないから常に眼鏡。あ、でしょ、と一緒じゃん。寝ぼけてると眼鏡かけないで出かける。へえ、なんとかなるくらいに見える。すごー、羨ましいな。寝床で YouTube 見ててやばそう。あー、そうならないようにレシュラ。家で、眼鏡だな。石川さんや、初見です。来てくださってありが、初見じゃなくね？絶対来たことあるよ、レシュラの配信。同姓同名、同姓、姓はわかんないや。同名かな。来てくださってありがとうございます。うんうん。ラガのために少ない。ラガでもレシュラさん見える。マジ見えるんだ。レシュラ全然見えないよ。そんないないんだ。ないね。なんだっけ？ラン、コバルト缶？なんだっけ ?C のやつ。空いてる方向どっちですか？上、左、右、下、みたいなやつ。あれ全部見えなくてさ、なんて言うっけ？眼科の人にさ、指
出されるもん。てか車の運転大丈夫？ランドルとかそれだ。車の運転はコンタクトでやってるから。よく覚えてますね、リプのやつ。だってレシュラがリプ返してね、本人だから覚えてるに決まってんじゃん。言わない、スクショしてる。あ、スクショしてくれてんだ。へぇ。裸眼 1.5 と左 1.3 だけど、最近近くがぼやける。なんで？目が良すぎて。あ、ホライズンさん来てくださってありがとうございます。お疲れしらん。いい夢見てね。来てくれてありがとう。スマホゲーム、映画よく見るけど、裸眼強くね？やば。あ、ホライズンさんナイスステッカー。スパンステッカー。すげえ。ありがとう。来てくれてありがとう。バイバイ。インヌが手振ってるわ。かわいい。老眼らしい。近くがぼやけんの、老眼。指何本っていうのほんと嫌い。レシュラも。あの指何本かわかんない。もうさ、指がわからないんだよね。何本なのか。半年以上前。え、そんな前になるっけ？へぇー。時の流れは早いですね。すぐ目が悪くなってしまった。どんまいやん。近くぼやけるのは老眼。恐ろしい。ランドルト缶は裸眼だと死んでるから、身体検査では見えないから、いらないって拒否してる。ああね。レシュラも見えないってなる。老眼の人は遠くはよく見える。あれでしょ？新聞とかちょっと話してみるやつでしょ？基本は裸眼で車の運転の時はメガネをかける。あー。ずっとコンタクトだな。ずっとコンタクトだな。老眼は若くても若くても始まんの？老眼。え、でもレシュラが今見えない。いや、近くも遠くも見えないんだけど。終わってる？もしかして。最近目がぼやける。あらー、あららら。視力検査だいたい噛んでいってる。あ、レシュラも。レシュラさん、ごめん。謝らなくていいよ。許して。いや、別に、ね、怒ってないからいい。C を丸って元気よく宣言したばあちゃん元気かな？元気じゃない？そりゃ元気じゃん。運転するのにコンタクトしたいなって思う。コンタクト便利だぞ。遠近両用。聞いたことあるわー。近くがぼやけて、だいたい何センチくらい？実は自分自覚ない。近くがぼやける。え、でも、レシュラ自分のさ、指をさ、一本立ててさ、腕まっすぐ目の前伸ばして、指見えないもん。伝わる？腕を、右腕上がんないので左腕でやってんですけど、指を一本立て、目の前に腕をまっすぐ突き出します。これ指見えない。15センチは見えるんじゃない ?15 センチでやっと見えるかも。15センチより遠くなったら見えねえよ、多分。嬉しそうですね。いや。みんな若くありたいよな。ルシロも若くありたいよ。痛風にもなりたくないし。かなり視力悪いそう。指を立ててまっすぐ伸ばして。中指じゃないからな。人差し指だからな。かなり視力悪いそう。悪いね。15センチからしか見えない。15センチでギリギリ。若作りはしてるぜ。若作りって何するの？若作り？普通に見える。めっちゃ目いいじゃん。僕とほぼ変わらんな。あ、そうなんだ。え、よく裸眼で過ごせんね。それ、家の中。無理だわ、レシラ。そう、だからこれだけ見えないとさ、メガネ外してお風呂入れないのさ。ガチで、マジ、シャンプーとかどこにあるかわかんなくなる。なんも見えない。もう、シャンプーとか床と同化するもん、色味。乱視なので逆。あ、レシュラも乱視。てか乱視の自覚なかったけど、乱視って言われたわ。
これ右やの間違いない右です。沖縄にしましょう。言われるよね。でしたらもうそれやるわよく。センテセランス、何それ。風呂ではメガネ外す。でしょ？メガネ外すよね。だから、むしろコンタクト入れないとね、風呂入れない。お風呂入らない。シャンプーとか手、もうね、手に取るとかじゃないの。もうシャンプーがないの。シャンプーがね、ないんだよ。見えなくて。どこにもないの。もうね、ないんだよ。どこにも。メガネかけ、メガネかけてお風呂入ったらメガネ曇らん？着る服とか着たい服着るとどう、ああ、なるほどね。いいじゃん。着たい服着てんだからよくない？それで若く見られてんだからいいじゃん。物を固定って思うじゃん。もう、レシェラ、家族と同じシャンプーとボディーソープ使ってるからすぐ移動すんの。すぐ移動すんの。うん。介護いるレベルじゃん。いや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 。いやいやいや、コンタクトつけてたら、見えるんですよ。介護いらないです。コンタクト自分で入れれるんで。あ、アハートさん来てくださってありがとうございます。お疲れしらー。いい夢見てね。来てくれてありがとう。時間を、そうだね。30分も過ぎてんじゃん。レシュラさんの肉体が思ったよりも弱々だったのが印象的だった。ちょっと待って。どこら辺が強くない？こちらがシャンプーです。そう、シャンプーの冷圧がすぐに消えるの。もうやばいよ。風呂はメガネ外してる。目、曇るもんね。レシアさん、シャンプーはさっきしたばっかりでしょって。違う、認知症じゃないんだよね、別に。覚えてるんだよね。場所がわからない。場所がわからない。わかんない。レシアちゃんの介護ならしますよ。してくれるんですか？レシア一生布団から出ないぞ、そんなこと言われたら。目しょぼしょぼでしやさん。いや、ガチでね、目細めても何も見えないんだけどね。結局。強くはない。わわわわわわ。そうだな。肩脱臼してるからいつもよりはか弱いかもしれない。好きな服着たらどうせチャラいっていう。いいじゃん。だって、レシュラもさ、普段何着てるって喋った瞬間からさ、なんか勝手にオシャレ扱いされて別にオシャレじゃない。かゆいところはございますか？ああ、背中も流してくれちゃうってこと？ドキンガエンだし、BMI14 だし、痛風予防群。待て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 、予防群なんですか私。え？一生一緒にいてくれよって何の歌詞だっけそれ。改めてお疲れし、アハトさん来てくださってありがとうございます。心配なるレベルで体強いですね。でしょ？こんなに体ボロボロなのに、強く生きてるレシュラ強くない？見えなくてコンディショナーで体洗って地獄見た。あーわかる。レシュラそれでシャンプー3回くらいしちゃうもん。強くはないよ強くは。いや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 、こんなに生きづらい体してるのに今日も元気なの強くない？仕事が似たようなことしてて家で介護。レシュラのならいいか。あーそうだね、仕事でも家でもってなると、まあ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 、大変そう。今日も生きてて偉いです。よっしゃ。今日も生きてて偉い。髪がキッシキシになる。それな。スースーするシャンプーで体洗ったことある。あー、ありますよね。スースーするやつ。体、やばそう、それ。でも、ボディソープもありそうだけどね。スースーするやつ。ないんかな。うん。ないとかいらないレベルなのは偉い。まあ、自分一人で生きていけた方が効率がいいことなんてたくさんありますからね。どうだろう。寝ぼけて歯磨き粉で、やば！やったことないそんなん。風呂入ってんのに寒かった。とんまいじゃん。でもさ、お風呂の中にさ、発火入れたりとかしない？なんか、スースーする入浴剤とかありますよね。冬にスースーするやつで洗ったら死にかけた。いや、冬は寒い。冬は寒い。夏だったらいけるけど。それはどんまいじゃん。うん、
シャンプーとコンディショナーの間違って取ってみせるくらい。だよね。よくやる。めっちゃよくやるわ。待って、チキリスさん、ナイスレシパー。今日も生きてて偉いだい？いいの？ありがとうございます。ナイスレシパーです。今日も生きてて偉くてお金もらえちゃうの、やば。やば。夏場にスースーするのはいいけど、冬はきついな。それな、冬きついよな。アニヌの涙？ないぞ、聞いたことないかも。あえて私も？冬は風呂場が寒くて辛い。いや、ガチでそれ。ほんとそれ。銭湯に行ってボディーソープとシャンプー間違え、あるんだ。あるんだ。意外とあるんだ。意外とみんなそういうエピソードありますね。生きてて偉いです。勲章ですよ。ありがとうございます。え？ヒゲさん講師の何気に一時会場を見てた。コメントしろよ。来てくださってありがとうございます。一時間無言でレシュラのこと見てて楽しかったですか？どうでした？ナイスレシュパ、ナイスレシュパ。うんうん。何？傍観してたレシュラのこと。今日もなんか喋ってんな、みたいな。毎日ツイート？うんうん。来た瞬間挨拶。そう。見てるだけでも面白いよ。そんな珍獣扱いすんなよ。銭湯は介護いるレベルだから。へぇー。介護いるレベル。あー、でも、銭湯なぁ、行かんなぁ、でしら。行きたい気持ちはあるけど。え、しらさん、生きてて偉い。今日もお酒飲みたいって言ってるな。ゲームしながらだったので、あー、なるほどね。何のゲームしてたん？違う配信では2時間くらいコメントしないで見てたことある。なんで？コメントする気にならなかった？声を聞きながら寝るのもオツですよ。寝れますか？レシュラの声で。ジオニュストさん、いい夢見てね。来てくれてありがとうございます。お疲れシュラン。来てくれてありがとう。あ、うん。バイカルチューさん、こちら来てくださってありがとうございます。脱臼したと聞いて、そう、脱臼したんです。しました。銭湯とか温泉で階段あるところが怖い。へぇー、あんま想像つかないかも。風呂にメガネつけて入るとか無理。いいじゃん。メガネつけて入りなよ。あ、ケイさんも来てくださってありがとうございます。お疲れしらー。来てくれてありがとう。パワープロ？いいなー、パワープロ。レシュラもパワープロやりたーい。ベースメンバーの名前つけて遊びたいよ、パワープロ。一時期銭湯とか温泉行くの流行ってた。流行ってた時期があるんですか？個室の温泉なら全然あり。あーね、え、個室の温泉なんてあんの？エシャーちゃんの声は寝れる。寝れますか？なんかコメントできなかった。何かの圧を感じたんだろうな。エシャーちゃんの声で寝れる？寝れる？寝ちゃうんですか？ちなみに私もゲームしながら配信見てますよ。何のゲームしてんの？露天風呂行くのに階段あったり。あー、露天風呂までなんか割と長い道のりだったりするところはありますよね。モアクチュール。いやいや、謝んなくていいよ。レシュラ、モアクチュールの、あ、なんでもないので。回し物でもなんでもないので、謝らなくて大丈夫です。メガネして風呂入るの絶対したくないから介護してもらう。おー。なるほど。お仕事中でコメントできないことが結構あるけど、ラーちゃんの声を聞いてるだけはめちゃくちゃ。ナイス。そう、そうなのか。そうなのか。ありがとうございます。うん。高い旅館。高い旅館に行ったことないの。露天風呂ついてんだ。へぇー。まぶすげがパワープロ。そう。でしょさ、パワープロやっててもともと、その後に馬娘やったんですけど、最初馬娘やった時パワープロじゃんって思いましたね。配信の雰囲気というか空気が悪かった。コンタクトは大体つけっぱ。それ良くなくない？外しなよ。つけっぱって良くなくない？コンタクトって確か8時間とかじゃなかった？連続でつけていい時間というか。負けまくったけど、どうもい。モークチュールだけ頭にある。
ほう、なんでだ？コメントしやすい。あ、コメントしやすいですか？うちの配信。ありがとうございます。ゲームとか仕事中だとコメントあからさまに減ってるから。そうだね。見てて面白い。原神！いいなぁ、原神。また始めました。いいねぇ。いいなぁ、羨ましいなぁ。よいしょ。パワープロミン、そう、パワープロミンだった。だったけど、パワープロね、馬娘やり始めてから、ちょっと微妙な感じになっちゃったけど、やりたいなぁ。コンタクトは寝てる間に、裏に、裏回って、中に落ちる。中ってどこ？中ってどこ？パワープロはマイライフ？え、なぜマイライフ知らない。マイライフ？私の生活ってこと？コンタクトがディスプレイになるやつ。あー、開発されてましたね。あれすごいよな。コナンくんじゃんって思いました。体の中。体の中。え、体の中にコンタクト入るんですか？やば。パワプロアプリ懐かしい。パワプロスマホアプリやってたりしろ。原神は素材集めが、え、育成素材集めが地獄すぎて。原神やってたけどやんなくなっちゃったな、あれしら。目の裏に入っちゃう。はぁ、怖っ。怖ー。でもあれしら、一回さ、目の中でコンタクト割ったことあってさ、痛かった、めっちゃ。出てくるらしいけど眼科で撮ってくれる。あー、なるほどね。まあ眼科はそうだね。ソシャゲじゃないパワープロでマイライフっていうモードある。へー、そうなんだ。パワープロは環境の変化がすごかった。いや、すごかったね、すごかったね、パワープロな。でも結局なんかスイッチとかで出るあっちの方をやったことないんだよね。スマホゲーでしかやったことない。割れるの怖い。そう、コンタクト割ったって配信で言ってた。そう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 。急に痛い話するじゃん。いやいや、マジでね、めっちゃもう目充血するしさ、まあ割れるからさ、破片も出てくるわけ、コンタクトの。超痛かった。ソフトのコンタクトでも普通に割れるんですよ。ひび入ってたのかわかんないけど。ノアさん来てくださってありがとうございます。楽しかった、楽しかった。おやすみ、来てくれてありがとうございます。いい夢見てね。何度も目の裏に行ってしまって、あー、それ見たことある、そのニュース。ソフトって割れるんだ、多分ね。もともとね、亀裂入ってたら多分割れると思う。コンタクト外そうと思った時にさ、ソフトって柔らかいじゃん。コンタクトって柔らかいんですよ、ハードじゃない場合。外そうとした時にね、ちぎれた。そう、割れるっていうか、ちぎれたっていうのかな。コンタクト割ったことないけど、立ちくらみで窓ガラス、まあ、頭突きで割りました。頭硬いね。窓ガラス割ったことないな。窓ガラス割ったことないな。へぇ。それどこの窓ガラス？家の？学校の？てか立ちくらみやばそう。どうしよう。1時になったら配信やめようかな。うん。殴って割ったことなら、殴ってないそれ。殴る？ムカついたん？イライラしたん？コンタクト乾燥してると割りやすいのか。まあレシュラドライアイだしな、ワンチャンあるかもね。学校で割ったん？ちょっと消火器って割れんの？消火器って割れるの？やば、何それ。イライラしちゃったやば、イライラしちゃったの？イライラしちゃったんだ。殴っちゃったんだ。体調悪いので先に失礼する。コンさん来てくださってありがとうございます。お疲れしら。体調早く治るといいね。来てくれてありがとう。いい夢見てね。
なべさんも来てくださってありがとうございます。お疲れ知らん。脱臼早く治るといいですね。そうですね。治してください。治してください。レシュラの肩を早く。このままじゃ、もう二度とボールが投げられなくなってしまう。脱臼ってさ、どうやってはめてんの？どうやって はめたんだろうな。えいってやられた。ガッってやられた。ガッってなった。うん。障子に穴開けるくらい。何それ、障子に穴開ける。ほうきで遊んでたらホームランして割って。ホームラン、それ怒られるだろうね。やば。いくみさん初見です。レシャーさんの絵を描いてみようと思います。いいんですか、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。何きっかけで来てくださったんですか。グレイブさん、お疲れしら来てくださってありがとうございます。禁酒ファイトありがとう。頑張って禁酒します。頑張ります、本当に頑張ります。疑問で説明書をガッて入れられた。はめるの簡単？はめようかではめれるもんなん？そんな簡単にはめれんの？家の壁も穴開いてる。大丈夫その家。隙間風やばそうなんだけど。隠してるけど。隠せるんだ。隠せるんだ。隠せるレベルでよかったわ。レシャちゃんの禁酒チャレンジ。そうだ、禁酒チャレンジだよ。チャレンジじゃないけどな。ちゃんと禁酒するけどな。チャレンジどころじゃないぞ。挑戦してみようとか。妥協はないけど、たまに肩ごきんってなる。あ、レシェラも肩なる。ほうきで遊んでたら骨折したの思い出してないそれ。え？ほうきで骨折した？いや、ほうきで骨折した人がいるなら自転車で脱臼する人もいるだろう。なあ？慣れてないと悪化する。慣れる。慣れる。へえ。引っ張って筋を伸ばしてやると、勝手に元通りに、はまっていこうとするらしい。へえ。もうレシュラ記憶ないもん。見れなくて、自分の手を。気持ち悪すぎて。チャレンジなんだよな。いや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 。ちゃんと、飲まないから。飲めないし。夜の校舎窓壊して回った卒業よりなんかの歌詞？ノンアルコールはオッケー？ノンアルコールはオッケー？わかんない。有識者、有識者。ノンアルコールは飲んでもいいんですか？聞きたい、知りたい。ノンアルコールは？でも飲んでいいんじゃないの？アルコール？尾崎豊なんだあれ。卒業。ノンアルならいい。ほーん。でもノンアルを飲む理由がわかんない。何のためにノンアル飲むの？ガラス壁、鉄板、鉄板って何？殴ってあること。鉄板には勝てなかった。鉄板ってなんだ？ノンアルコールでも飲みたいの？いや？いや？整形外科でレントゲン MRI 見ながらやると確実。MRI。あ、でもレントゲンは撮った。普通に犯罪やんって思ったら撃たない。壊して回った。ノンアルコールも一応アルコール入ってんの？へぇー。お酒飲んだ気分味わう。こっちは酔いたいのに。鉄の板と書いて鉄板。それくらいわかるわ。ノンアルは大丈夫。大丈夫派と NG 派がいるぞ。眠くなってきた。でもまだ寝れないんだよな。
勉強してないんだよな、今日。そう、勉強をさ、勉強でさ、右手やったからさ、痛くてさ、ペンを持つ手が。ノンアルコール酔わないから楽。楽って何？アルコールだと楽じゃないってこと？中学生時代は窓ガラス壊して回ったやつ、いたの？実際に？うんうん。ティケティケさん来てくださってありがとうございます。お疲れしら、禁酒頑張、ありがとう。いい夢見てね。飲み会で飲めない人がノンアル飲んでるイメージ。あー、確かに確かに。そうだね。そうか。ノンアル飲んで飲んでるふりすんの、それって。おとなしく寝てな。いや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 。それがね、やらなきゃいけないことがあるんですよ。うんうん。アルコール 0.00% なら大丈夫じゃない。ほん。なるほど。利き手使えないの大変ですよね。いや、たまか大変。ちょっと大変。両利きになろうぜ。いや、レシラもね、両利きだったんだよ。ハサミ左利きだもん。ハサミ左利きなんだよな。あと何左かな。でも基本的にね、ペンとね、箸以外はだいたい左。宿題大変だな、そう。今から宿題やっとかないとまた日曜日に地獄を見るので。ちょっとずつ宿題を片付けなきゃいけないんですよ。僕の右腕と交換します。いいんですか？交換してくれるんですか？それお互いの肩はめるときにまた痛そう。脱臼どころじゃないよね。もう肉から痛そう。クロスドミナンス使うのに、え、クロスドミナンスっていうのこれ。はあ、そうなんだ。かっけえ。でもまあ、もともと左利きでさ、強制されて右利きになったっちゃ右利きになったんだけど。強制。宿題ファイト、ありがとう、宿題頑張るわ。嫌な響きだ。いや、ほんとよ、宿題やりたくなーい。交差利きとも言うよ。はぁ、あ、あー、なるほどね。強制されなかった。へぇー。レシラは強制されたわ。もっと左利きに多い。あー、なるほどね。え、箸両利きなの？強いいな。箸はもう右しか使えないわ。左も持ち方適当でよかったら箸使えるけど、正しい持ち方だと右しかできない。強制されたけど使える。おー、いや、でも持ち方で言ったら右しか使えないな。だってさ、何配信すんの？でしょ。よいしょ。そもそも正しい持ち方ができない。あーね、なるほどね。あ、そっか。明日ってレシュラさ、ミーティングあんのないのかな？わかんないよ。なんかミーティングの話されなかったの、そういや。ミーティングの予定あったっけ？え、忘れちゃった。ないか。あるのか。あれ？あれから2週間経ったっけ？経ってないっけ？あれ？最後にミーティングしたのいつだっけ？あ、もう何も記憶ないや。あ、忘れた。いや、忘れたけどさ、でしょさ、右利き痛いからあんまゲームできない。ゲームやりづらい。どうしよう。寝ようかな。ね。配信休むの？配信当分雑談かと思ってた。なっ、そうなっちゃうよね、このままだと。え？話題尽きるしない？みんな話題豊富にある？一生酒の話しかしないぞ、このままだと。毎回、
毎回配信すると酒の話になりそう。歌枠、ビートボックスの日。ビートボックできて、馬娘。ああ、馬娘ね、ポチポチ歌うか。飲めないのに、須藤、飲めないのに、飲めないのに一生米らん酒になってしまう、このままじゃ。歌うか、馬娘か、歌うか。今だけは寝てくれ。話題仕入れてくるね。あ、仕入れてきてくれる？あまり話題にしたくない話題なら、ないそれ。あまり話題にしたくない話題って、ないそれ。なんかある？話題にしたくない話題。酒探す配信とか？あー、あり。架空の指名を考える雑談。なるほどね。なるほどね。なるほどね。まあ、あり。ちゃあ、あり。架空の指名か。でも、お酒の名前全然詳しくないからな、そもそも。馬娘、ポチポチやるか。いや、でも、ポチポチやるにしてもさ、どうせ29日、秒早日で、育成するからさ。問題27と28よ。まあ、全部馬娘。飲酒会機微何を飲むか考えるのもいいね。はぁ、あ、!1 ヶ月後のこと。片手つまじ耐久無理だよ、だって。利き腕じゃない、左手でマウスやる。まあ、頑張って右でやってもいいんですけど。機微は、普通に。マウスは右なんですよ。え、左利きの人ってさ、パソコンのマウス左でクリックしてんの？馬娘参加型です。参加型ですですか。また準備しなきゃいけないやつですね。参加型は基本的に準備が必要なので結局。チャーミの決勝は勝てそうですか。ね、結局ね、ウンスとね、待機シャトルとね、シンボリルドルフにしてた。勝てなさそう。でも確か A だったはず。A? A。A だったはず。何か同時視聴？おお、金曜ロードショーのくだりすっかり忘れてた。今度の金曜ロードショー何やんの？とか言いつつ違えば金曜ロードショーじゃないわ。金曜日は美容早日で育成するから違うわ。同時育成じゃなかった。同時育成じゃなかった。同時視聴微妙だわ。左手でもマウスは意外と使える。マウスは右だけど、左でもできる。はーん、そうなんだ。準備が必要ならやめよう。あー、そうね。そうね。次がジブリだっけ？そう、次が、何やるんだっけ？今度のジブリ何やんの？今週のジブリ。忘れちゃった。次からちゃんみ A プラスがオープンリーグになる。そう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 。でしろ A プラス作るのも結構ギリギリだからさ。超育成適当になるかも。職場では左で使ってる。へえ、そうなんだ。でしろ、なんかもう、配線の関係でさ、もうマウス右のとこからもう移動できない。配線いろいろやなきゃ。魔女の宅急便なんだ。見たかったなー。でも、ビア早日で育成するから見れないし、そもそもその日私 V2 入ってて9時から見れないんだよな。同時視聴できないんだよな。マウスは設定どちらにも対応可能。はあ。この状態でジャンタマできるの？ジャンタマのもんポチポチするだけだから馬娘やるのと大差ないですね。ニコ生でしょ？ 28。 いやー、28日もニコ生の後にさ配信したかったんだけどさ、ないかもしんないね。テレビ有馬記念以来全く見てない。あー、なるほどね。魔女の宅急便は名作。そうね、名作ね。見たことないけど。知ってるよ。キキとジジイでしょ。V2 の人と、それがね、9時半からなんだよね。金曜ロードショーって9時からだよね。空気読みとかできたりします。あー、スチームにあるっけ？いや、スイッチにもあるのか。スイッチの配信できるようになったの忘れてたわ。
いくらだっけ空気読み。買う？見たことないや。魔女の宅急便？え、知らもない。でも、多分、魔女が宅急便をする話ですよね。見たことないので、楽しいよ。楽しいんだ。おもろい？どういうオチなんだろう。ジブリほとんど知らない。レシュラと一緒じゃん。ジブリわかんない。魔女の宅急便って実写化してる。だよね、小芝風花ちゃんでしょ、多分。なんだっけ。キキかジジ。どっちがキキでどっちがジジかまた忘れたんですけど。この間教えてもらったけど忘れちゃったな。どっちがキキでどっちがジジだろう。落合言ったらダメ。魔女宅は名作。うわー。千と千尋くらいしか知らない。千と千尋は、握り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 。川が竜なやつ。ご飯がうまい。見たことあると思うけど、今のレシアちゃんくらいの印象しかない。全然内容覚えてないね。ジブリならナウシカ。ナウシカ。はぁ、わかんねえ。ナウシカってなんだっけ？あれか、虫のやつか。何度も覚えた。女の子がキキ。女の子がキキね。ジジが黒猫だ。魔女の宅急便は他のジブリと違って大きな事件とか、ないんだ。淡々と物語進んでいくの。見た覚えあるけど内容はどうだったか思い出せない。全然わかんないよ。にぎはやみ琥珀主、それだ。握り飯コシヒカリ。学生の時にナウシカ派かラピュータ。ラピュータ？この地平線。あ、母さんがくれた。何をくれたんでしょうか。父さんも何かくれたような気がします。これは何の曲？キキが女の子、ジジが黒猫。もののけ姫。もののけ姫。もののけ姫。あ、あれだ。あやたか？あやたかじゃないな。あやたか？え、でも絶対あやたかみたいな名前の人出てくるでしょ、もののけ姫。あ、え？もののけ姫じゃない、これ。はぁ？はぁ？明日か。明日かな。あやたかじゃない。明日かな。選ばれたのはあやたかでした。あやたかお茶やん。ほんとだ。隣のトトロ、隣のトトロ、トト、隣のトトロはあれでしょ？木を生やすお話でしょ？もはや、あやたかかと。選ばれなかったのは明日かだったのか。惜しかったな。惜しかったよ。一文字間違えただけじゃん。ね。一文字間違えただけ。何かのサイレンみたいな。違うんだよな。トトロ、トトロって木生やすお話じゃないんですか？間違ってないけど何か違う？なんだっけ？なんだっけ？なんとかちゃんとなんとかちゃんがさ、木を生やすお話じゃないの？トトロと一緒に。明日か、あやたか、明日かが、雲なんだよな。一匹雲がいるんだよな。お茶、人、雲。トトロは姉妹とトトロの出会い。へぇ。
紅の豚見たことないね。でも豚が空を飛ぶ話でしょ多分。そんなシーンがあるだけ？え、そこしか知らないんだけど。じゃあさつきとメイ知ってるよ。あの思い出したよ、あのこれメイの靴でしょ。つまりメイちゃんが失踪する話。トトロってトウモロコシ、え、そうなの、トウモロコシのくだり知らないや。メイとさつきちゃん傘さしてるシーン、あー確かに、トトロが傘さしてる、傘さしてさ、さつきちゃんとメイちゃんがさ、おんぶに抱っこされてるイメージあるわ。トトロっていう一応化け物との交流の話。ほう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 。飛べない豚はただの豚。はそんなシーンもあるだけ？え、そうなん？メイちゃんの失踪ってそこまで重要なポイントじゃないの？あの話。あ、真っ黒クロスケ出ておいで。そうだ、さつきとめいちゃんがお引越しする話だ、つまり。トトロはトウモロコシの物語。え、そうなん、トウモロコシの話なの、トトロって。おんぶだけでいいよ。抱っこしてないの。抱っこはしてないのか。トトロ見たことあるやん。あるかもしれない、トトロ。つまり。トトロは見たことありました。そこも最初だけ？ちょっと待って、わかんない。なんか、部分部分って見てる。多分。トトロは見たことあるんじゃん。つまり。え？ない？これ。見てるって言わない？見てるって言わないのか。お引っ越しした。え？え？お引っ越しした話？え？当時の同時視聴で。ホタルの墓。あ、ホタルの墓はあれでしょ？サクマドロップをみんなで分け与えて食べる話ですか？散歩。歩こう、歩こう。私は元気。歩くの大好き。どんどん行こう。みたいな曲だ。あ、デュニーこんばんは。パリピじゃないの？孔明にはなれんのか？来てくれてありがとう。こんばんは。待って、1時過ぎてんじゃん。寝るか。そろそろ。引っ越ししてからストーリー始まる。はぁ、あ。へぇー。引っ越ししてからなんだ。どれも断片的。あり？レシェラ歩くの嫌いでしょ？歩いたら後ろから自転車から突っ込まれるからね。うん、ちゃんと寝て、ちゃんと寝ます。いくらでも話題が尽きないね。それな、ジブリトークしとる。そう、ジブリトークしとるんだけど、レシュルジブリあんま見たことないからわからんのよ。トトロは見たことあるっぽい。断片的な記憶がありそう。トトロは見たことがあります。ホタルの墓は、二度見たくない名作。二度見たくない名作。見たくないのに名作なん？は。お、ジブリ好きそうなのにホタルの墓見てなさそう。チャリに、惹かれたことネタにし。うん、ネタにしなきゃやってらんねえのよ。トトロの墓、え、知らないんだけど。何それ？それジブリ？ホタルの墓は、悲しいね。悲しいんだ。悲しくなるから。へえ、でもあれしよ、戦争の話しよ、あれ。多分。もう惹かれないでね。後ろに目つけときます。ホタルなんで、え、ホタルが死ぬ話なの？ホタルの墓って。海外日記が見て号泣。へぇー。ホタルの墓は神戸の空襲。そうなんだ。あまり見ないな。ラッちゃんのジブリ熱低くてくさ。いや、わかんない。見たことないからさ、熱くなれない。見たことないから熱くなれない。ホタルも死ぬ話？そうなん？ホタルも死ぬの？そしてみんないなくなっちゃうの？後ろに目つけられるな、もう。いや、マジ。
って、どうすれば私らが今後惹かれない？やっぱ家で過ごす。ホタルって結構短命。へえ、そうなんだ。なんか、レシュラの家でホタル見れるけど。あれ、短命なのか。そう認識で合ってるかも。ほう。みんな死ぬんだ。悲しいな。すげえ話なんだ。ジブリよりもディズニー見るの？ディズニーですか？ディズニー？みんなディズニーといえば何？ディズニーといえば。時間あるときにジブリを見直しかって何だったっけ？直しかって結局何だったんだっけ？家でホタル見れるね。ホタルの母はアメリカの YouTuber 見てめちゃくちゃ鬱になった。はっ！ニンニク食べれば惹かれない。なるほどね。バリアを張ってね。ワンワン物語。ああ！ワンワン物語ないそれ。101匹ワンちゃんのこと？別？プーさん、蜂蜜食べたい。キングダムハーツはゲームですか？不思議の国のアリスいいね。かわいいね。あれ、ディズニーなんだ。ミッキーマウス。ミッキーミッキーミッキー。レシアはミッキーマウスマーチピアノで弾ける。110匹ワンちゃん。え？ 101 匹とは別なの？あ、ディズニー何好きって聞いて作品名をあげる方とキャラクターをあげる方がいらっしゃるのか、これ。ナウシカは、あ、虫のやつね。オッケー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 。ディズニー、ラプンツェルとかいいね。髪の毛長くて可愛いよな。ラプンツェルって、髪の毛の長い少女が冒険する話？逆にディズニーがわからん。レシュラもわからん。ミリシラだわ。パイレーツ。何それ？パイレーツオブカリビアンみたいなやつ。トイストーリーシリーズ。あれ、ディズニーなん？アナ雪。レシュラ、アナ雪、英語版しか見たことないんだよな。日本語版見たことない。最近だと、え、スターウォーズもディズニーだったの？スターウォーズってあるでしょ？ E.T. でしょ？ちゃう？ディズニー作品思い出せない。私はもうディズニーってなんだろうってなったけど、アナ雪、粉雪じゃねそれ。マーベルもディズニー。そう。え、ラプンツェル今度テレビでやんの？マジ？知らない。そうなんだ。え、ET じゃないの？スターウォーズって何ですか？え、スターウォーズってなんだ？スターウォーズ。あれ、え？フォースのためにあらんことを？ダースベーター？ラプンツェル、この前テレビでやって、もう過去なの？やってたんだ。ググろうか。なに？スターウォーズ？スターウォーズ。見たことないですけど。え？なにこれ？あー！ハネルの扉で見たことあります、これ。ハネルの扉、これ見たことあるぞ。ロバートがやってた。レシュラはアニメ映画とか見るの？あ、見ないっすね。映画見ないっす、そもそも。2時間我慢できないので。いてや、宇宙要素だけやってる。はあ。パズライトイヤー、ロングロングタイムアゴー。ハネルの扉パロディやってたね。ハネルの扉はディズニーってこと？我慢できないお酒が？いや違う。違う。長編の作品見れない。10分に1回休憩取らないと見れない。
一部に一回休憩取らないと見れない映画長い最近のアニメ映画はいい作品多いよ。へえ、そうなんだ。へえ。スターウォーズで出てくるライトセーバーからガンダムのビームサーベルのモデルになった。へえ。めっちゃ休憩するやん。する。つむつむやってそうなイメージやったけど違ったか。あー、ルシアのお母さんがやってるよ、つむつむ。いつもハートのおねだりされる。どじっちゃ無理じゃん。アニメも見れない。そう。そう、見れない、見れない。ダイジェストで流してほしい。映画はタイガーを2話分見るのと同じくらいじゃん。タイガーも結構休憩入れてる。なんならタイガーに至ってはね、レシュラね、タイガードラマを解説してる YouTuber 見ながらタイガードラマ見てるからね。5分アニメ同時視聴。ぷいぷいモルカーとかいいんじゃない？ぷいぷいモルカー。ちょちょ、どちらかというとお父さんお母さん世代がハマってるイメージ。おーね。最近ツイステさんとコラボしてたイメージ強いですけど、ツヨンツヨン。映画ダイジェスト同時視聴。同時視聴でダイジェスト。スターウォーズ大河ドラマに何それ。何、歴史ものなの、スターウォーズって。そうなの、歴史ものなの。有意義ではありそう。そう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 。もう、解説見ながら見てるわ。ぷいぷいもろか、同時視聴しよう。ぷい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 って。ダイジェストだから断片的にしか覚えてない。そう。断片的に覚えてないけど、周りの人たちはそのままその映画見続けてるから、レシュラが休憩してるところは一切記憶ないからね。見てないから。シリーズ映画で冒頭の3分でわかるダイジェスト見終わったら帰る人。そうだね。そうだね。うん、なるほどねっつって終わるわ。スカイウォーカーわかんねえ。スカイウォーカー、スターウォーズの歴史もの。そうなの、知らなかったわ。予告同時視聴とか。スターウォーズは昔の考えた神話、神話、アメリカの考えたってなんだ。エピソードが全部つながっている。ほう。映画連れて行かれてシリーズものだった時の絶望の話する。ああ。いいじゃん。え、ダイジェスト流れないの？それこそ。途中休憩してるからトトロも記憶が飛び飛び。そう、飛び飛び。何も覚えてない。だって、千と千尋に至ってはおにぎり食べてるシーンと、川だったシーンしか知らない。あとわかんない。あ、なんか、え、途中電車か何かに乗ります？せんちゃんだかちひろちゃんだか、多分電車に乗りますよね。エピソード1からエピソード6が大河ドラマ、エピソード7からは黒歴史。え、何それ。乗りますね。乗るだよね、だよね、だよね。それは見たことあるぞ。電車に乗ってた。何が起きたのか全然わかんなかったけど。おにぎり食べて電車に乗って、川だった。ダイジェストも何もなくていきなり〇〇は死んだって言われて、はてな。あー。〇〇は死んだ。最高のネタバレじゃん。死んだのってなんないの？わかんなかったの？わかんないのか？ならないのか？最近、コナンの映画全作品見てます。あー、でしょ、コナンはね、なんだっけ。飛行艇に乗ってるやつ見たぞ。千と千尋の神隠しも見たことあるっぽい。来た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 。あ、コナンあれ見たよ、カラクレナエの。なんだっけ、
なんだっけ、カラクレナイのなんちゃらみたいなやつ、あれは見た、全部あれは見た。天空のロストシップ、それだ。カラクレナイのラブレター、それだ。それを見た、それを見ました。アバラデコナンの映画今全部見れる。そうなの？へー、おにぎり食べて川を移って電車に乗ってるってすげえ平和なアニメ。平和なアニメだと思ってた。千と千尋の神隠し。平和じゃないのあれ。長野にある渋温泉？金具屋？って旅館が千と千尋の神隠しに出てくる温泉みたい。へぇー。カルタ。そう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 。あれはね、見たよ。だから一作品目って何なん？コナンの一作品目って。でもコナンはね、割かし見てるはずなんだよな。多分見てると思うんだけどな。意外と見てるはずなんだけどな、コナン。でも他に何見たって言われたらちょっとパッと出てこないですね。時計仕掛けの摩天楼、それだ。見たことある。あ、時計仕掛けの摩天楼が一作品目なの。はぁー。天国へのカウントダウン。それ何？わかんない。コナンの映画うろ覚え。うん。うろ覚えだ。ベイカーストリート？わかんないや。見てないのかもしれない。なんかコナンの映画と比べるとジブリの映画の記憶がないの、なんでだ。確かに確かに。なんでだろうね。思い入れ？思い入れ？なんだろうね。お腹減った。レシラもお腹減った。てか配信終わろうぜ。もう寝るわ。寝ない。ま、寝ちゃダメだ。寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ。このままじゃ寝てしまう。はぁ、あ。映画見てると、ランネちゃんの先、空手習ってるっしょ、ランネちゃん。ランネちゃん強いよな。ジブリ映画は何度も見た。いいね。何度も見れて。レシラもなんか映画見たいな。てかそう、ずっと前にホラー映画勧めてもらったけど、結局見てなかったんだよな。見たい。けど、時間が。ベーカーストリートの亡霊聞いたことあるわ。そこまで来たら見えるわ。シュラン姉ちゃん、違うんだよな。14番目のターゲット、それなってもっけ ?14 番目のターゲット。14番目のターゲット。14番目のターゲット。それなんだっけ？いや、でも見たこと、ドラえもんの映画付けするドラえもんは、何か見たような気するけどな。あ、未来ヨジャムってなんだっけ、未来ミュージアム？パフュームが主題歌やってたやつは見たぞ。あれって映画だっけ？ターゲット、標的と書いてターゲットか。ホラー映画同時視聴。貞子見たい、貞子。レシは貞子見たいんだけど。王道、王道行きたい、王道。2時間我慢できるか、できないかもしれない。突然雑談し始めるかもしれない。よくないよな、同時視聴の配信においてそれ。トランプの番号。はぁ、しんちゃんのが好き？しんちゃん？しんちゃん？いや、なんだっけな。温泉のやつ好き、温泉。しんちゃんのやつ。ずっと前のやつ。
それこそレシラが子供の頃になんか見た。秘密道具博物館、それは見た。レシラパフューム好きなんだよね。呪音見たい。リングと呪音の違いが分かんないけど、貞子か、貞子が誰だっけ。貞子じゃない方って誰。貞子じゃない方もいない、もしかしてどっちも貞子。それねられなくなっちゃう。そうね、貞子がリング、呪音はかや子、それだ、それだ。見たーい。子供が出てくる、子供が出てくんの。かや子って子供、貞子の子供がかや子、子供のお化け。ファンいる、ファンクラブ入ってた。なんの貞子の、貞子ファンクラブやってんの。何のファンクラブ。としおくん誰、誰誰誰誰誰、知らない男出てきた。誰よその男、誰。あ、貞子 vs かや子、なんかその字面見たことあるな。パフューム、パフューム、としおくんって誰、どこの男、誰よ、誰よその男。かや子の、あー、あの顔真っ白に塗りたくった男の子がとしおくん。にゃーって泣く子供の霊、違うか。にゃー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 、そんな絵だっけ。見たことないんだけど、そもそも。貞子さんは始球式にも出るし、握手会もするし、最近 YouTube そうだよね、最近 YouTuber になりましたよね貞子さんね。なんか引っ越しする、違う、お部屋案内、お部屋紹介の YouTube 見ました。貞子さんのホラーのはずなのにギャグになってしまった。そうなん、ギャグになってきたの。コメディーホラー、バケモンにはバケモンをぶつけんだよという名台詞。なぜなぜ、飼ってた猫を抱いてる、へえ。映画の覚えてるところが独特ですけどやっぱそこが一番印象的だったんじゃないですか、覚えてるってことは。誰ですかその女、ダメですか、そうですか。ホラーのはずがギャグ、ガバ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 翻訳、そうなの、ガバガバ翻訳なの。パリピ孔明見てから寝る。待って、レシュラもう寝る。天子寺さんお疲れシュラ。みんなお疲れシュラ言うんだ。もう配信終わるぞ。じゃないとレシュラの寝る時間がどんどん遅くなる。口裂け女。おお。ガバガバ翻訳。確かに口裂け女だわ。忘れてたわ、口裂け女の存在。忘れてたわ。ムルさんお疲れしら、バックハートさんお疲れしら、スープライナーさんお疲れしら、カイキセンさんお疲れしら、佐々木さんお疲れしら、ヒョミさんお疲れしら、ユーユーさんお疲れしら、お大事にね、ありがとう。佐々木さんお疲れしら、トミさんお疲れしら、ヒゲさんお疲れしら、ミートさんお疲れしら、デニーお疲れしら、お手上げさんお疲れしき
ゆきはるさんお疲れしら。お酒がまがまありがとう。つくしさんお疲れしら。とんかついましゅうさんお疲れしら。あきさんお疲れしら。じゅんさんお疲れしら。ほらって書いてて続けてお疲れしら。スプライナーさんお疲れしら。しゅうさんお疲れしら。バイカンちゃんさんお疲れしら。来てくださってありがとうございました。思ったしたんだけど、ニコニコの後あれだ。スパチャ読みの配信しましょう。長いこと読んでないので。長いこと、一週間くらい読んでないので。そうすることにしました。28日、覚えてたら。え、違う。明日でもいいか。ワンチャン、明日 ?27 か28、スパチャ読みの配信します。今までスパチャ送ってくださった方、ありがとうございました。カヨスダイオさん、お疲れしら。よし、そうしましょう。そうすることにしました。ちょっと、ゲームがやりづらい環境になってしまったので。環境?ゲームがやりづらい腕になってしまったので。よいしょ。うん、覚えてたら、それをすることにします。ということで、はぁ、あ。2時間57分だ。あと3分くらい喋ってもいいなぁ。今後の予定、早治るといいね。それな?明日配信や、あるのかな?やるのかな?スイーツ代ありがとう、ボイコーチョーさん。ナイスでしょ?ありがとう。明日配信できそうだったら、スパチャ読みの配信します。28日はニコニコ生放送でジャンタマやりますので、ニコニコ見れるよって方は見に来てくれたら嬉しいです。そして、29日は、初配信から1周年?だから寝なさいと。だから寝なさいと。ありますので、何の話してた ?29 日はビア早日での育成します。30日。30日何しよう。延長入るって言ってもあと2分よ。お酒の代わりに甘いもの食べればいいのか。レシュラ甘いもの食べないんだけど普段。ガチで夜お酒しか飲まない。30日どうしよう。何がいいんだ30日。ジャンタマ1位取ってきてね。レシュラあのメンバーだったからさ、マジ男気じゃんけんじゃない。男気ジャンタマしかする気なかったんだけど。染めるか国士無双。いや、でもまあ、普通にやるか。1位目指す?ガチで。ガチで1位目指し行く。ケーキ食ってもいいのよ。ケーキかー。お酒の代わりに何か食べてもらって。そうね、お腹すいたな。お腹すいたわ。ちょっとまあ1位になっちゃい、なれるかな、レシラ。なっちゃっていいのかな。そう、男気。1位も役満も見たいです。そう、問題はね、4万ってところだよね、レシラ。3万しかやんないからさ、普段。4万。ほんまねーって感じ。頑張ろうって思ってます。ちょっと28日応援しに来てくれたら、みーたんが圧かけてきそう。先輩、怖いっすねー。負けないように頑張りまーす。レシャちゃん、豪快やね。いや、あのメンバーだったらワンチャン育てもいいんじゃない?どうだろうね。国士チャレンジ。ちょっと国士はね、一回、ね、目指したいところありますよね。ちゃん、なんか、自敗多めだなって思ったら国士、狙いに行きたいかも。数案公財産源、数え役満。4、なんて読むのそれ。なんて読むんだそれ。それ知らない。ジェントマハイ結構いい成績だったよね。まあ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 。大会研究者ですし。まあ、まあね。まあね。レシュラなら勝てるさ。勝っちゃっていいと思う?勝っちゃっていいと思う?数貫通。数あんこ。数あんこ読めてたしない?
スーカンツ、ちょっと役を覚えていこう。頑張ります。よし、ということで3時間お付き合いいただきありがとうございました。なかなかにおしゃべり長かったですね。長かった、たくさんしゃべりましたね。今日も楽しかったです。話題盛りだくさんで、何喋ったか覚えてないのがあれですが、何喋ったっけ。酒の話しか覚えてねえよもう。ジブリの話とディズニーの話と、そこまでの間何喋ってた。ずっと酒の話。緑一色って何、染めるやつ、染めるってこと。レシアさん天才ですし、天才ですし、お寿司ですし、あくでも大好きなお酒とギャンブル、そうだギャンブルの話したのかもうわかんないよ、何系 VTuber なんだろうこれ。酒の話がメイン、もう酒の話しか覚えてないよガチで。はい、ということでお付き合いいただきありがとうございました。お済みでない方はチャンネル登録と高評価をしててくれると嬉しいです。ついでにレシアのことも押してね。バイバーイ、おやすみなさーい。